はい、皆さんこんにちは。レクセニー講師の赤木です。入門講座の民法の第1回始めていきたいと思います。春からね、勉強始める方、どうぞ1年間よろしくお願いしたいと思います。まあ、最初の1回目、2回目の方はね、かなり緊張感も高くね、やっていくと思いますけれども、最初からこうね、スピード出しすぎると、バテますんでね。なのでまあ、ちょっと最初の方は、肩の力抜いて、結構まあ、なんていうかな、まだまだ時間はたっぷりあるということで、あまり焦ってね、暗記とかに入るんじゃなくって、まあ、まずは目の前のことをしっかり納得しよう、理解しようというね、そういう勉強をちょっとね、進めてもらえたら嬉しいなと思います。まあ、いきなりね、ラブの方、6時間のロングランからね、始まっていきまして、多分最初の方は、午後の授業の前半とかね、船こいだりするということもまあ、あったりするかもしれませんけれども、まあ、その辺はだんだんね、3週、4週とね、やっていくうちに慣れていきますんで、まあ、最初の方はね、ちょっと眠気覚まし的なね、なんか紅茶であるとか、コーヒーであるとかね、あるいはこう、炭酸水であるとか、まあ、あるいは甘いものであるとか、まあ、いろいろとちょっとね、眠気対策ともちょっとしていただいた方がね、若干午後の授業の始めの方はいいかなってね、感じはしますんで、まあ、その辺またね、おいおい、準備いただけたらいいかなとは思います。はい、早速ですけれども、お手元にあるね、資料の確認ということでちょっとやっていきたいと思いますが、まずは、テキストですね、セブンサミットテキストの民法第9版と書いてあるやつね、これは、毎回使っていきます。で、基本的にはテキスト1、2、3の順番でね、やっていきますけれども、ただ、テキスト1の中で、1ページあったと思ったら200ページ行ったりとかね、ちょっとまあ、あっち行ったり、こっち行ったりっていうね、そういう感じになってきますんで、まあ、ちょっと、テキストね、これ実は分解できるんです。で、分解して、思いっきりガーッとやると、糊が外れてね、糊外れてペリペリってやって、こう、バインダーにするというのができたりするんですけども、あんまり外しすぎるとね、ちょっと飛んでしまったりするときに大変なので、まあ、とりあえずテキスト1は1で、まあ、ちょっと大きめのバインダーですね。私なんかこういうのね、使っておりますけれども、Amazon なんかでね、500円か1000円ぐらいで売ってたりしますんで、まあ、よかったらそういうのもね、使ってもらえたらいいかなというふうに思います。バラにしないでそのまま使っていただいてもね、もちろん結構かなというふうに思いますが、まずはこのテキストね、これちょっと毎回持ってくるようにしてください。それと、レジュメですね。こちらの方も、必ず毎回と言っていいほどね、使っていきますので、民法レジュメですね。こちらの方も、ちゃんと毎回ね、これは持ってくるようにしていてください。あと、私のクラスは条文よく読みますんで、六法ですね。何でも結構なんで、六法を持ってきてください。私は一応この判例六法使ってますが、皆さんは別に判例なしのね、六法で全然結構ですので、判例のない六法で、OK です。ただ、毎回持ってきてください。毎回何条一緒に読むよとかね、そういう勉強の仕方やりますんで、毎回ちょっとね、この3点セットですね、これは必ず持ってきてください。それから、まあ、あとね、この後ちょっとお話ししていきますけれども、テキストにあちこちマーカーとかね、していきます関係もありますので、マーカー5種類はちょっとね、あった方がいいかなというふうに思ってください。はい、それの上で、あとね、板書を結構します。ちょっとこんな感じになるんですけれども、プロジェクターに移してね、で、例えばまあ、まあ、民法1とかね、こんな感じでこう書いてたりするんですけれども、こういう板書が結構私の講義多いです。で、この板書については、板書ノート別に使うというのはちょっとね、これは効率悪くなるんで、大きめの付箋を用意いただくのが一番いいと思います。今日ちょっと持ってきてない方もそれはね、しゃあないかなと思いますけども、まあ、大きめの付箋持ってきてそこに書き込んで、で、テキストにパタッと貼るというね、そういう感じするか、もういきなりテキストに書き込むからね、どっちかでやっていただいたらいいかなと思いますが、ちょっと板書が非常に多くなるので、そういう意味で、まあ、板書用の付箋とかもね、あると安心というね、なければもう直接書き込んでください。なければもう直接テキストに書き込むか、まあ、レジュメの余白ですよね、そこに書き込むかなどね、その辺はちょっとね、適宜していただけたらいいかなと思います。はい、早速、まあ、ちょっとね、テキスト、それから民法の勉強にね、入っていこうかなと思いますが、まずはちょっとレジュメの1ページね、こちらのレジュメ、こちらをね、ちょっと1ページ目を開いていってください。はい、とりあえず、ま、一応私の講義のね、進め方、いうのを最初の15分ほどでね、お話をしていこうかなというふうに思います。まあ、すでにね、去年の、秋からとか冬からね、始めてる方にはまたかっちゅうね、そんな話になりますけれども、とりあえず私の講義の進め方なんですが、この膨大なテキスト全部を暗記とか、そんな無理なんでね、大事なところを絞ってマーカー入れていくというね、そういう作業をしていきます。で、その中でまず一つ目、解説、種類ね、解説と書いてます。解説チェックと言ってきますけれども、まあ、ここはもうどうしようもなく覚えなしゃあないなっちゅうね、そういうところが対象になります。で、色としては私のテキストでは自分のね、テキストは黄色でやってますんで、まあ、黄色がおすすめかなと思いますが、まあ、色は好きに使っていただいて結構です。黄色でもいいし、まあ、あるいはね、ボールペンの青でもいいとかね、その辺もご自身で好きなようにね、やっていただいたらいいかなと思います。はい、で、その上で覚えるというよりはまずね、復習するときに頭を使う、考えるというね、そういうモードにしてほしいというのが2色目以下と、こう思ってください。2色目以下、問題チェックとなっているところは、ここは考え方が
分かれる部分です。法学部で以前勉強したことのあるとかね、そういう方は分かると思いますが、判例と学説が分かれてるとかね、あるいは学説も A、B、C、たくさんあるとかね、そういうところは、まあ一応、まずは頭を使うというね、そういうモードで勉強していってください。で、ここを問題チェックというね、そういう指示をしていきます。おすすめは緑ではありますけれども、好きな色をね、使ってもらってもちろん結構です。まあ一応問題チェックというのが来たら、この後頭を使うというモードに入ってください。いいでしょうかね。で、さらに練習問題なんかもこの問題チェックを使っていきますんでね、練習問題の箇所でもこの問題チェックは活用するかなというふうに思ってください。はい。で、その問題のところについては自説を論文では書いていただく必要がありますね。論文では必ずどの立場かによってね、書いていかなきゃいけませんけれども、まあ、おすすめはほぼ判例になります。私のクラスはね、100あれば99までは判例にね従っていくかなと思いますけれども、まあ、その問題チェックに対応する結論部分、これ上から4つ目ね、結論チェックというふうに言っていきますが、まあ、ピンクおすすめというね、そういう感じです。まあ、おすすめね、ピンク色おすすめしたいと思います。はい。あと、その結論を支える理由付けを理由チェックということで、まあ、オレンジね、おすすめしたりはしてますけれども、まあ、ここの理由と結論のところが、まあ、復習するときにね、ちょっと頭使いながら読んでいくという感じになると思います。理由を見て、例えば結論を推理する。あるいは結論を見て、理由を推理するというね、そういうのができるようになっていくと非常にいいかなというふうに思います。で、慣れてくるとこういう復習もできます。問題チェックの箇所を見て、これは理由がこうで結論がこうとかね、そういう感じでちょっとね、自分で問題を出してね、自分で解いてみるというふうなね、そういった復習もできたりしますんで、まあ、この問題チェック以下はまずはちょっとね、復習するときには頭を使うぞというね、そういう感じでやっていただければいいかなと思います。はい。5つ目、多接チェックはほぼ使いません。民法で使うとしたら5箇所ぐらいかなというね、そういう感じで、まあ多接チェックは好きな色ね、水色でも、茶色でも、ね、紫でも、まあ好きな色をね、使ってもらったらいいかなと思いますが、ちょっとここの色については、自分で最初にルール付けしとかないとね、だんだん混乱してくる可能性があるんで、早めに自分なりの理由、自分なりの、ルールですね、ルール付けをちょっとね、持っとってもらえるといいと思います。はい。で、あとはここね、マーカー分けるというのは、復習の時の頭の使い方、ね、そこに変わってくるということで、まあ、解説チェックは最終的には覚えなきゃいけない、ね、納得して覚えるというね、そういう勉強をちょっとしてみてください。で、解説チェック以外はまずは考えて、大事なのは納得です。必ず法律学というのは納得できるようにね、作られていますんで、納得して、で、納得したら一回忘れたとしても思い出すのが早くなるんでね、なのでここの納得するというね、そこはまずはやってみてください。で、納得すると、あ、理由がこうだったからこうだなとかね、推理が働いてきたりもしますんでね、そういう意味でまずはこの納得するというのを繰り返してください。で、人間忘れる生き物なんでね、いきなりは覚えられません、皆さん、まあ、受験をね乗り越えてる方多いと思うので、まあ日本史世界史の暗記物とかね、そんなもん一発で覚えられたっていう人はね、まずいないと思うんですよね。そういった意味で、まあ、ここの法律学も、まあ、どっちかと社会科に近いね、そういう科目ですし、まあ、社会科と、まあ、理科、数学のなんか合わせ技みたいなね、理科はないか、数学と、まあ、社会科の合わせ技みたいなところがありますんで、まあ、そういう意味ではね、ここの、まあ、理解するというのがものすごく大事だよというね、そういうところであります。丸暗記は後からついてくるというね、こう思ってください。まずは納得しよう、納得しようというね、そこが復習の第一ポイントと思ってください。で、様々な学説あります。様々な学説、丸の2のところですけれども、どうでもいいっていうかね、もう覚えなくていいよっていうか、まあ、考えたらいいよっていうところは T マークですね。T、シンキングの T をね使っていきますけれども、T といったところは、まあ、暗記は不要というね、そういう感じで対処いただいたら結構です。まあ、T マークのところはシンキングで、まあ、読みながら、ああなるほどね、こういうことを言いたいねとかね、で、分かんなかったら飛ばすね、それでももういいぐらいのね、ところでして、まあ、そういった、まあ、復習のメリハリをねつけていただけたらいいかなと思います。はい。多分ですが、このテキスト1冊ね、400ページちょっとありますけれども、マーカー部分だけに絞っていくと100ページぐらいに圧縮できますんでね、そういう意味でもうものすごく絞って絞って絞ってっていうね。で、マーカー引いてないところは、まあ、読むのは読んでもいいですけれども、まあ、時間がなければ飛ばしていただいてももちろん結構ですんで、もうマーカー引いたところを大事にするというね、そういう感じで勉強していただけたらいいかなと思います。はい。さあ、ランク付けのところです。重要度に応じて、で、これから皆さん試験ね、司法試験に向けて勉強していくということだと思うんですけれども、AA、AB ランクまでね、B ランクまでが論文の場所と思ってください。で、この論文で出る場所を絶対に択一でも落とさないということもありましてね、この B ランク以上というのは択一の、まあ、
100問あったら50問ぐらいもう必ずこの AB ランクまでで来るのでね。なのでも B ランクまでは絶対にもうね、択一本番ではしっかりやろうと。もちろん、まずは皆さんは B ランクまでをしっかり勉強しようという感じにしていってください。で、C、D のところは、まあ今は余力があればぐらいで結構です。ね、C ランクは択一の中では比較的重要。D は択一でも重要性低いというね、こういう振り分けになってますので、まあ担当試験、勉強するときには、まあ WA、AB 優先。で、C もできたら取っていくというね、こういう感じでやっていただくと、まあ、択一の合格ラインである8割ラインね、これは軽く見えてくるかなというね、そういう感じになると思います。はい。あとは、まあ、択一専用のところにはね、マーク対策とか言ったりすることもあるかもしれませんが、まあ、C ランクという多分言ってるんで、ね、C ランクのところはもう択一用だというね、そういう割り切りをしておいてください。はい。あとは復習の時、納得したら結構です。まずは1回目、納得できたら1回目の復習はクリア。これで結構ですんでね、納得できたらとりあえず OK。で、3時間の復習、勉強に対して復習時間多分1回目は3時間かかると思いますけれども、それぐらいまず読んで納得。1回目納得できたらそれで OK。で、できるだけ早い時期に2回目の納得に入るでね、できたらまあ翌週の学習までに2回復習してきてください。で、理想としては翌週までに2回復習する。これがまあ一応ね、できたらいいなというふうに思っていただくといいと思います。で、さらに上を目指したい方向け。まあさらに上を目指すとは変ですけども、復習用教材を皆さんのお手元には、言ってるかなと思いますんで、この復習用教材というのは論文の重要箇所。これをピックアップしたものになりますんでね、論文で、まあ、B ランク以上になるようなものね、それを、まあ、一応、一通りこう揃えたような感じと。で、Q&A の Q しかありません。A はどこ行ったっていうと、テキストに書いてますんで。テキストと、板書と、それからレジュメと、どこかに答えがありますんでね。なので、まあ、復習の時に、まあ、ここの、なんていうかな、復習教材のね、Q&A の Q を見て、で、A を思い出すと。まあ、これが、ま、定着できればね、論文対策はかなりね、できるようになってるんじゃないかなと思いますんで、まあ、ここの Q&A な、Q しかありませんけれども、まあ、ここをね、活用いただいたらね、いいんじゃないかなと思います。まあ、3回目の復習やりたいとかね、そういう方はこれをやってみるというのもね、一つの方法かとは思います。はい。ということで、まあ、一応テキスト1ページ目のお話は以上ではありますけれどもね、まあ、おそらく皆さんね、3時間ずっと集中力ね、持ち続けてなかなかしんどいと思いますしね、録音、これ使っていただいてもちろん結構なんでね、携帯での録音もちろん OK、IC レコーダーも OK ね、とりあえず録音をまあやっておくとかね、それ全然 OK ですしね、そのあたりの録音もちろん、やっていただいて OK ですし、あと、まあ、ライブだったらね、質問どんどんウェルカムですね、質問わかんないところも絶対ね、聞いていただいたらいいと思いますし、から、あ、ここ聞き落としたとかね、そういうところももう遠慮なくね、聞いてもらったら、まあ、そこはちゃんともう一度お話ししますんで、質問等ね、ライブの方はそれは絶対ね、使った方がいいね、せっかくのこうね、対面でできるね、場所ではありますんで、まあ、わかんないところは積み残ししないようにね、やっていただけたらいいなと思います。あと、ズームで入ってらっしゃる方もね、何人かいらっしゃいますけれども、チャットのダイレクトメッセージとかね、それを使っていただくと、まあ、質問もできたりしますんで、チャットの中のダイレクトメッセージですね、それで私宛に出していただいたら、それでお答えしようかなと思いますんで、まあ、ズームで参加するっていうね、皆さんもそういうね、感じになることもあるかもしれませんが、まあ、その際には質問事項あったらね、ダイレクトメッセージ等を使っていただいたらいいかなというふうに思ってください。はい、もちろん、毎週日曜日やってきてますんでね、ちょっとこうね、講義遅れていってるとかね、そういう時でも遠慮なく来ていただいて大丈夫ですからね、それでもね、質問、やっていただいたらちゃんとお答えしますんで、まあ、とりあえずは、ライブでね、来ていただくのが一番理想ではありますが、まあ、わかんないとこあったらどんどん質問ね、いただいたらいいかなと思います。はい、一応、レジュメ2ページ、次開いていってください。すみません、一人ちょっと汗だらだらかいててね、非常にこう見苦しい状態でありますけれども、すみません、この辺ちょっと風のね、周りが悪くてちょっと非常に暑いんですけれども、すみません、レジュメ2ページですね、民法の勉強の注意点、これちょっと、レジュメ2ページに載っけています。むちゃくちゃ量が多いです。これはね、民法一回勉強してみると分かるんですけども、範囲がべらっぽうに多いんでね、これをまあ、漫然と勉強しとったら多分ね、永遠に終わりません。なので、メリハリ絞れというね、これ意識してください。ポイント絞ってください。どうでもいいところはどうでもいいんですね。だから C ランク、D ランクとランクをつけるわけでね。なので、どうでもいいところに力を入れないようにしてください。とっても大事なところは、やっぱり試験でも繰り返し出るし、論文でもやっぱり聞かれるし、ということでね、やっぱ大事なところに絞って勉強しようというね、こういう意識を持っておいてください。で、その際、やはりで、民法やっていくとわかるんですけれども、学習の中心、3行目にちょっとアンダーライン引いてます。よかったら解説チェックのね、マークを入れていただくといいかなと思いますが、はい、括弧の3行目ですね。よかったら解説チェック入れておいてください。学習の中心は、趣旨、要件、効果から条文に関する基本論点、判例と。
はい、まあ、ほぼほぼ条文が柱になると思っていただいて結構です。一応六法に書いてある条文ね、民法だったら1050何条とあるわけですけども、その条文の中でも大事な条文のまず趣旨、趣旨というのは要は条文作った理由です、ね、何のために作ったのかというその趣旨、ね、そこをまずは納得する。それと、まあ、この後またやっていきますけども、条文の学習ね、もう早いですがちょっといきなり板書そこにもう一応書き込んでいただいたら結構かなと思うんですが、はい、条文って分解すると大体こうなってます。要件効果、こういう構造になってます。まあ、要件ってのは必要条件と思っていただいたら結構です。必要条件、これが揃うと効果が出るという感じなんですね。まあ、例えばですけれども、詐欺の意思表示という要件が揃ったら効果としては取り消しできるという感じの、ね、構造になってます。騙されて契約した、ね、詐欺の一生ね、騙されて契約した、そういう時には取り消せますよという感じの条文に96条1項はなってるんですよ。で、この条文はだいたい要件効果に分解できるよというのをまずは理解しておいてください。で、かつです、ここは皆さんに今後民法の論文の解き方に次お話入っていくんですけども、民法の論文は当事者の立場で言いたいことを考えろと、こっから出発しろということをもうこれから24回かけて皆さんに徹底的に洗脳します。で、その際に実は効果が言いたいことになります。で、言いたいことの必要条件が要件であるということで、言いたいこととその要件という感じで要件効果を理解いただくといいと思います。なので民法の条文を見るときも、効果は何とあるけど、効果要は当事者として言いたいことだというふうに、ね、思っていただいたらそれでいいと思います。で、その言いたいこととその要件、これが条文に書いてあるよ。で、その条文作った理由のことを趣旨というよと。で、要件とか効果の、ね、部分に解釈があったりするのね。例えばこの詐欺って何やと、ね、詐欺というのは一体どういうものを詐欺と言うんだとかね、そこで学説が分かれてたりというのがあって、そこは事実をしっかりと学習したらいいということで、条文の要件効果の学習であるというね、ここを皆さんここからね、しっかりと持っとってください。で、こちらの方が当事者の主張と対応します。当事者の主張に対応します。こちらが必要条件と思ってください。当事者の主張とその必要条件、はい、ということで、まあ、これから皆さんね、もう知らないうちに24回もやれば洗脳されてると思いますんでね、多分大丈夫だろうと思います。で、論文で大事なのはこの当事者の主張をちゃんと組み立てするというね、これができるようになってると、まあ、論文怖くないです。もう全く怖くないね、民法の論文はい お茶の子さいさいとかね、そういう感じになってるかなというね、感じがします。はい、ということで、まあ、これね、まずは民法を勉強する上では非常にね、大事になってきますが、要件効果で効果が言いたいことで、その必要条件が要件というね、そういう理解をまずはしておいてください。はい、さあ早速ですけれども、次のページ3ページ入っていきます。いきなり民法の論文の解き方っちゅうね、1回目からこれ言うかってね、思われるかもしれませんけれども、皆さんは一応この24回の民法の勉強は論文解けるようになるための基礎を作るというね、そういう感じで勉強していきますんで、まあ、論文の解き方を知ってその条文の知識を入れていくと、ものすごく使いこなしが早くね、なってくるかなと思います。まあ、ここ手前味噌じゃありますけれども、私のね、クラスの民法を受けた方ね、大体もう民法一周すると2年目の問題解けるようになってるというね、そういう人もまあ結構いたりしますんで、まあ、ここの民法の論文の解き方を踏まえてインプットするね、これやっていくと、おそらくですが、24回やった段階で、あ、過去問やってみようかなとかね、それぐらいのレベルにね、なってることがありますんで、まあ、ここはもうの解き方を踏まえてインプットするね、これ皆さん24回ね、がっつりやっていきましょう。で、民法の問題ですが、ほぼ出るのは事例問題です。で、3ページの2番ですね、よかったらちょっとね、解説チェック入れていただこうかなと思いますが、はい、2番のところにいきなりね、解説チェック入れちゃいます。丸の1ですけれども、ほぼの後解説チェック入れておいてください。市民間のトラブルに関する事例問題が出ると。で、ほとんどが契約絡みで、契約絡みでないものは非常に少ないということで、まあ、トラブルの中でもね、やっぱ契約トラブルですね、これが非常に多いというね、そういう感じになります。まあ、ちょっと具体例で考えていきますけれども、はい、ちょっと図を書いちゃいます。 A さん B さんがいたと思ってください。で、 A さんが土地を持ってたんです。ところが B さんが A に、ね、
その土地には先祖代々祟りがあるというふうなことを言ったと思ってください。で、その先祖代々の土地に祟りがあると、こんなことを言われて怖くなった A は、二足三本で売っちゃったという感じだと思ってください。はい、先祖代々の土地に祟りがあるというね、まあ祟りがあるなし、なんも目に見えないじゃないかという感じはするんでね、祟りがあるなしという話は大体まあデマね、嘘であることが多いですけれども、どっちかというと今回は A さん怖くなって売ってるんで、どうしたいというと、この売買を脅されたから取り消したいと、まあこういうふうに思うはずなんですね。いいですかね。必ず事例の中ではトラブルがね、ちゃんと出てくるんですけども、まずこの事例を見たときに考えときたいのは、原告となる人誰と。で、原告となる人がどういうことを言いたい。こっから入っていくと、すんなりと事例の分析、これに入っていくことができます。しかも、この後やるべきことは何かっていうと、言いたいことが取り消したいだから、取り消しの要件の検討をしたらいいということになるわけでね、もう論文の検討にさっと素直に入っていけるという感じになりますので、まあ当事者の言いたいことをまず考える、とにかくまずは原告の側ね、原告になる側の人の気持ちを考えてくれと。で、どんなこと言いたいかな、で、言いたいこと決まればその要件何というね、こういう順番で考えていただくといいと思います。はい、ということで、まあその後ですけれども、パターンとね、書いてありますけれども、第2段落もよかったら解説チェックをね、入れておいてもらうといいと思います。パターンとしては、どのような請求主張をすることができるかすべきかという請求主張型と、法律関係論ぜよという法律関係型があると。でも丸の2は、各登場人物間で考えられる主張や請求に分解できると。ということで、結局は主張請求です。これを考えてください。皆さんもね、特に法学部生の方は、法律関係論ぜよみたいな問題ね、見たことあるとは思いますけれども、法律関係論ぜよって結局何なのかっていうと、主張や請求が複数あるということの裏返しなんですね。法律関係論ぜよっていうのは、大体は主張や請求が複数あるので、複数漏れなく検討してねっていうね、そういう問題だったりしますんで、まあそういう意味で、要は民法の問題は主張請求。ここにあると思っていただいて結構です。どんな請求、どんな主張をしたいというね、これをまずは考えてみてください。で、あとはその要件いうのを拾っていって考えたら OK と、まあ、いうことで、まあシンプルに考えるとこういうことだということになります。はい、ということで、まあその後ですね、丸の2、どのように解くのかというところではありますけれども、まあここも解説していこう、よかったら例と言ってください。全科目共通だが、法律はほぼ要件効果という形式で成り立っていると。で、請求、これは主張、言いたいこと、これが効果にあたる。で、検討するのはその効果を生む要件に該当する事実があるかどうかと。はい、いうことになりますので、まあ、ここまでざっと解説チェックをね、5行入れといてもらったらいいんじゃないかと思います。はい、丸の2のね、全科目共通だがからね、検討するのは以下ね、その一文ですね、そこまでチェック入れといてもらったら結構です。はい、ということで、まあ、なんとなく問題の解き方分かったと思いますけれども、まず出発点、原告の言いたいことから考えてくれっていうね、そういうことになりまして、次のページ、4ページです。はい、4ページ、まず大事になってくるのは手順1で、日本語をちゃんと読解してください。まあ手順1はこれ日本語の読解ですね、登場人物の間に何が起きたかね、ちゃんとこれ整理しておいてください。まあここはあの24回の民法の中で皆さん多分図書けるようになると思いますんで、ここはおいおい図が書けるようになったら OK だと、こう思っとってください。まあとりあえずまずはあの事実整理ね、人間関係図と時系列、この整理で、民法ではどっちかというとこの登場人物 ABC の間で何が起きたかっていうのを整理していくね。ちょっと刑法とかだったら時系列でちょんとね、整理したりしますけども、まあ、ここはあの当事者間で何が起きたかっていうのを、まあ、丸1、丸2とかね、こんな感じで時系列も合わせて書き込んで、登場人物中心で時系列整理すると。まあ、こんな感じでね、整理をまずはやっていただくといいと思います。はい、その上で手順2、ここも解説してくれると言ってください。まずは原告の気持ちになって言いたいことを考え、その言いたいことを基礎づける要件満たされるか否かを検討すると。はい、ということで、まあ、まずは原告目線で考えてください。ただ相手ありますんでね、相手も何か言いたいことあるかもしれません。まあ脅した方ですけどね、脅した方であるけれども、二足三門で売らされたと A が言ってる、いやいやそんなこと言ってないという反論も当然あり得るんでね、B さんからの反論、これも次にやっぱ考えた方がいいです。で、まあ、反論あれば次検討していってください。手順3、次ね、返してくよかったら入れといてください。反対当事者の気持ちになって反論したいこと、
ここは民訴までやると分かります。否認か抗弁かという言い方をします。これ括弧書きはこれ民訴学習後に分かればいいんでね、括弧書きのところは民訴後と書いておいてください。民事訴訟法で、やってから戻ります。戻りますが民事訴訟法の中で言いますね。民事訴訟の中でやりますんで、まあ戻ってきたら分かってるというね、そういう風になってると思います。はい。でその後は抗弁であればその反論基礎づける要件満たされるか否かを検討すると。はい、そこまで解説チェックよかったら入れといてください。はい、ってなことで原告の主張被告の反論この順番で考えていくとね、ここがポイントです。原告の主張被告の反論で場合によってはその後原告再反論これが待っていることがありますので、まあ、再反論まであれば検討すると。で大体はこれ実は条文を追いかけていくとできるようになりますんでね、条文をちゃんと追いかけていくというねこれができるようになると非常にいいかなと。で民法1044もあるんでね結構大変ではあるんですけれどもこの先ほど板書したこれですね効果に関する条文ですよね、どんな効果が出るのかとこの条文できたら条文番号近いところまでインプットするね、それ理想的ですね。何条できてくるといいですね。取り消しだったら96とかね、あるいはこうね、解除であれば541とかね、これをまあ友達同士で条文ニアピンゲームとやりますけどね、友達同士で、この制度は何条とかね、まあ、クイズ出し合うんですな。でこのクイズ出し合ってで答えがね出てくるかどうかというのをちょっとやってみるとか、これものすごくね有意義でありますんで、まあ自分でできるってことはやってみてくださいね。なんかこうアプリね、自分で開発してですね、でそれでやってみるというのは、まあ、やってみてもいいですし、まあ、あるいはエクセルでね、なんかこう、精度と条文ですね、これはエクセルで表を作ってですね、で、精度のところを順不動でね、こう動かすようにしてね、それで、まあ条文番号出てくるようにすると、まあ、それも一つのやり方ですんで、まあ、いろんな、ね方法で、この条文番号もね、ちょっと合わせて勉強するという感じにしてみるといいと思います。はい、ということで、まあ、一応勉強の仕方ですね、整理するとその下ですね、書いてありますけども、とにかくもうね、原告の立場で言いたいこと考えろ、被告の立場で反論考えろというね、そういう勉強をずっとしていきますんで、でこっから先の皆さんの勉強はほぼほぼ原告の主張の話か被告の反論の話か大概どっちかになってますんでね、まあ、たまに再反論になるようなことが出てきたりしますけれども、とにかく原告の主張被告の反論どの勉強なのかなっていうね、そこをちょっと意識しながらね勉強していくと非常にこうね論文にスーッとね入っていきやすくなるんじゃないかなと思います。はい、ということでまあとりあえずね3番民法の勉強の仕方のところでありますけれども、まあ一応意識づけで解説チェックをしてもらおうかなというふうに思います。はい、3番括弧の1、はい、民法の勉強の仕方かっこいいです。アンダーライン引いておいてください。事案がある部分ではできるだけ人間関係図時系列を作る。からかっこの2、各制度がどういう立場の人が主張したい内容か考えながら学習すると。でかっこの3、主張するための要件を条文などから導く考える。はい、まあ、こういったところを、ね、意識してやっていくといいと思います。で、どうしてもね、括弧の4番も目が行くんですけども、括弧の4番も一応解釈を入れておきます。解釈部分趣旨原理原則から考えるというふうに書いておきましたが、この括弧の4番何言ってるかさっぱわからんと、まあ、民法まだ1回目ですんでね、何のこっちゃとなるかもしれませんが、この括弧の4番の解釈部分イコール条文の文言ではあるんだけど判例と学説が割れてるところと思ってくださいね。解釈部分というのは要は判例とか学説が割れてるところとこう思っていただくといいと思います。でそこはまあ大体趣旨から考えるっていうね、そういうことになることが多いと思いますんで、まあおのずとそのうち皆さんマスターしてると思いますね。焦らずじっくりとね、勉強してもらったらそれでいいかなとは思います。はい、ということでとりあえずは一応レジュメ5ページまでね見ておきましたが、まあ民法の勉強の仕方というちょっと一般論でね、約30分ほどね使ってしまいましたけれども、まあここからね中身に入っていくことにしたいと思います。一応レジュメでいくとそのまま5ページで、法律の復習の仕方っていうね、そういう一応、項目を入れておきましたが、これまた今日の1回目のラストでお話ししますんでね、民法1回目のラストでここのお話をしようかなと思うんで、またその時にね開いていただけたらいいかなと思います。はい、ということで、まあ、今日テキストにね入っていくことにしましょうか。はい、テキストの1ページの前に目次をちょっと見ていただきますんで、テキストの目次の部分よかったらちょっと引いてみてください。はい、スムーサブトテキストの、民法の、まあ、一応項目中身ですけども、ほぼほぼいろんな本と順番は一緒です。大体まあ条文の順番で並んでるよというね、そういう感じでありますけれども、まあここのところ最初ね、まず第一編民法総則と書いてありまして、まあ民法全体の共通ルールというね、これがまあ民法総則と言われるんですが、これ角度を変えると、ちょっとここよかったらもう板書してもらったらね、テキストにもう直接書き込んだらいいんですが、大体総則は
契約前のトラブル、これが多いです。契約前の、まあ、トラブルと書いてますが、原因のと入れておきましょうか。契約前に原因があるトラブルね、これ民法総則の学習はだいたいこれになってます。例えば騙されたとかね、騙されて契約しただと、契約前に騙されたという原因があってトラブルになると。脅されて契約した、一緒ね。勘違いして契約した、一緒ね。あるいはね、無権代理人と言われる人が関わったとかね、まあ、要はこう契約前に原因があるトラブルが実は相続のところでね、そういう視点で契約前にどんなトラブルがというね、こういう視点を持っておくと第一遍いいかなと思います。さらに誰がどんなことを言いたいんだろうということもね、考えながらやるとなおいいかなとは思います。はい、ということでこの第一遍のところは契約前の原因のあるトラブルとね、時効を除きます。時効だけは別ですけどもね、最後の時効第一章ね、ここだけはちょっと別ではありますけれども、それ以外はもう契約前の原因のトラブル、これを想定していると思ってください。はい、その上で第2編物件というところに入っていきますけれども、このうち物件の第1章第2章までですね、第1章第2章まで、ここまでは実は契約した時の、まあ、一応問題です。まだこれも契約に関する問題とこう思っておいてください。第1章第2章までね、ここも契約に関する問題と。例えば皆さん多分今日ここに来るまでにコンビニ寄ったとかでね、物を買ったっていう人多分多いと思います。売買で物を買ったら何が生じるかっていうと、買い主は所有権手に入れます。この買い主が手に入れる所有権に関する学習とかね、そういったものがこの第一章第二章ということで、実はここはその買い主の、まあ、一度なんていうかな、視点で勉強すると非常にねやりやすくなるかなというところなんですが、まあ、ここは要は契約に関するお話の続きと思ってください。契約したらどうなるかというね、契約したらどうなるかというね、そういう話がこの第1章第2章のところね、お話と思っておってください。で、その他第3章第4章第5章はちょっと個別にもう撃破するしかないかなというね、そういうところで、まああんまり所有なんていうかな、出やすいところじゃありませんのでね、第2、3章から第5章までのところはね、まあ個別で撃破ですね、大事なところだけまあメリハリつけてやっとこうと。物件、物に関する権利ね、物に関する権利についてのまあちょっとした学習で、こういう権利がある、こういう権利があるというね、そういう学習になります。はい、そのうち第3編というのがありまして、担保物件と書いてあります。担保物件のところはまあちょっとね、本来であればテキスト2に入れときたいね、ぐらいの内容なんですけれども、ここ何かっていうと、はい、債権回収と書いておいてください。はい、あまり人にお金貸したことはないと思いますが、例えば人にお金貸したと思ってください。皆さん A の立場ね。で、友達が家建てるからってお金貸してと言ったと。どうやって回収しようと。ね、お金、まあ友達同士で貸したらあげたもんだと思うとね、結構実務ではよく言ったりしますけどね、貸金は事実上贈与であるみたいなね、そんなところがまあなきにしもあらずですが、貸した以上はやっぱ回収したいじゃないですか。貸した以上回収したいんですが、どうしますというと、この回収に役立つのがこの第3編と、こう思ってください。例えば A さんだったら、じゃあお金貸す代わりに家を担保にちょうだいと、こうするわけですね。で、もし返してくれなかったらこれもらうよと、これ担保というね、お金の回収に関するまあ方法の一応話であると、こう思っててください。まあ、第3編全体担保というね、そういう名前がついてますが、要はお金の回収ですよね。これに役立つ方法が、まあ、第3編のところに書いてあると、まあ、いうふうに思ってもらったらいいかなと思います。はい、貸した以上、もう貸したにね、これ限定しますけども、これ売買でも成り立ちますからね。売った代金払ってくれない、どうしようと。払ってくれないときにどうしようとかいう感じでね、同じように担保というような問題になってくると。まあこれね、売り主買い主でね、やっていく担保として、例えば所有権留保なんていうね、こんなのがあったりするんですけれども、まあそこはいろいろと、いろんな制度があると。債権回収に役立つ方法ということでね、見といてもらったら結構です。はい、テキスト2に入ったらまた2でね、お話をしていこうかなと思いますんで、とりあえずテキスト1の学習内容ね、契約前の原因のトラブル、それから契約したらどうなるかのお話、あと個別の物件、さらに債権回収のお話というね、こういう一応構造になってるぞというね、こう思っていただくといいかなと思います。はい、テキスト2はまたテキスト2に入った時にね、また目次を見ますんで、テキスト2は債権に関するお話ね、非常にこうね、民法の山場というね、ところでありますが、多いのは
契約とその後のトラブルですね、それがほとんどですね。契約後のトラブルにね、関係するのが大体かなというふうに思っていただいたらいいと思います。はい、とりあえずまあ一応ね、目次のところは終わって、テキスト1ページ、早速入っていきましょう。はい、民法相続で第1編、書いてありますけれども、まあ、ここのうち第1章ね、民法除斥というタイトルがついてますが、まあ、ここは民法って何っちゅうね、そういう話だと思っとってください。第1章のところは民法って何っちゅうね、そんなお話と思っときましょう。はい、まあ、ランクつけるかもうつけなくてもいいかなぐらいのね、ところでありますが、まあ、一応横1 B ランクね、つけときましょう。横の1番、B ランクをつけといてもらうといいと思います。はい、まあ、民法って何なんだっちゅうと、まあ、ここから少しね、少し言葉の学習と割り切っといてください。言葉の学習ですね、もうこんなも知ってるわという方はね、寝といてもらっても結構ではありますけれども、まあ、とりあえず民法って何というと、横の1番、よかったらもう早速解説してくれといてください。はい、2行目です。解説してくれておきましょう。私法の一般法。はい、ここにちょっと解説してくれといてください。で、私法ってなんやねんということで、段落、下から3段落目かな、このページの下から3段落目、そしてのところですね、ここに解説してさらに伸ばしておきましょう。鍵括弧司法は、私人間の法律関係についてのルールを定めた法と。はい、もう先にこれ先に作業だけしちゃいます。で、さらに次の段落、一般法はと書いてますが、そこの中の上から5行目に返してくれておいてください。特別法、商法、会社法などが優先的に適用され、特別法に規定のない場合に一般法が適用されると。はい、ということで、まあ、ここの横の一番のところにね、一応、チェックをね、3箇所入れときましたけれども、まあ、民法って何やねん、一言で言うと、私法の一般法とこういう言い方をするのね。で、私法って何ですかというと、私人間のトラブル、これに関するルールと思ってくださいね。一応そしてのところに入れてますが、私人間の法律関係についてのルールって書いてますけどね、もう法律関係というのは多分皆さんね、イメージつきにくいと思うんで、私人間のトラブルと思ってください。トラブルに関するルール、こう思っててもらって結構です。なので、市民間同士で喧嘩になると。で、喧嘩になるのは大体ね、多いのは契約したけど守らないとか、あるいはお隣さん同士でうるさいとかね、いろんな問題がありますけどもね、その辺いろいろありますが、私人間のトラブル、ね、私人間っていうのはまたね、後ほどやりますが、一般市民同士と、こう思ってください。一般市民同士のトラブル、これを想定したルールだよと。で、かつ一般法ってどういうこと？というと、特別法があればそっちが優先する。ね、特別法ない時に使うルールと。これが一般法の言葉の意味だと思ってください。はい、ということで、まあ、法学部で既に学習したという方には、まあね、このおなじみの言葉ばっかりかもしれませんが、まあ、まだね、民法全く勉強したこともないというのを想定して、講義を進めていきますんでね、そこのところはね、まだ勉強したことなかった方はね、一般法という言葉の意味と、それから私法というね、そこの意味をね、しっかりとここで見といていただけたらと思います。はい、もう早速2ページに飛んじゃっていいでしょう。はい、2ページ横の2番、民法の形と書いてあります。またこれも言葉の学習とね、割り切っていただいたらいいかなとは思います。はい、横の2番も B ランクでずっといきましょう。はい、民法の形と書いてありますけれども、はい、この中でいくと、まあ、縦1縦2、ね、読みたい方は読んでもらえたら結構ですね、あんまり気にしてもしゃあないかなと思いますので、3番、ここにも飛んでいってください。はい、縦の3番、はい、民法ですが想定しているのは権利義務を想定しています。括弧のうち書き出しから返してくれてください。民法は市民社会における法律関係のすべてを権利、その裏返しとしての義務という概念を用いて表現していると。はい、ということで、まあ、権利義務という形で実は作っているというところで、先ほどちょっとこの詐欺の取り消しというね、このお話をしましたけれども、実はこれね、取り消し権という権利、これを作った条文が詐欺の意思表示の条文だと。こんな感じなんですね。取り消し権という権利、これを定めたものだと。同じようにこれ脅されて契約したら取り消し権という権利が発生するという感じで考えますが、まあ、要は民法の条文というのは権利に関するお話、その発生要件に関するお話と、こう割り切ってください。民法の条文はほぼほぼこのね、取り消し、ね、これ権の話ね、取り消し権の関するお話だと、こう理解しておいてもらったらいいでしょう。はい、それ以外にもまあ様々な条文ありますけれども、一応原告側で考えれば権利に関するお話だと、こう思っておけば結構ね、原告側の感じで考えたら権利に関するお話と、こう思っておいてください。はい、他にもまあ早速まあそのページのね、余白にでも板書しておいてもらったら結構ですが、民法709というのもちょっと紹介しておきます。まあ、持ってる方は見ていただいてもいいですが、まあ、見なくても、もう板書、ね、軽くしておきます。不法行為と言われるね、そういうものを想定します。例えば、人を傷つけた。これ、想定してください。不法行為ね。例えば、人を傷つけた。だったらどうなる？というと、
はい、賠償請求権、請求はちょっとね、画数が多いので SK と略します、賠償請求権、これを規定していると。不法行為の時に賠償請求できる、これは被害者から見たら権利ですね。でも加害者から見たら義務ですよね。権利と義務は実は裏返しですよという話でね、原告側から見たら権利です、被告側から見たら義務です。ただそれだけのことね、まあ、こういう感じのものを民法はずっとね、書いているんだと、こう思ってください。原告側から見たら権利、被告側から見たら義務というね、こうなるものを、まあ、条文がたくさん作ってあると。まあ市民間のトラブルをそういうふうに権利義務というね、そういう形で分解しているというね、そういう話になります。24回やるとなんとなくね、分かってくると思いますんで、まあ最初のうちはそんなもんかっていうね、そういうことでね、置いといてもらって結構かと思います。はい、もう3ページまで飛びましょう。はい、でその中で権利に関するお話なんですが、多くはこのどっちかに分類されます。括弧の2、債権と物権というね、書き方してあります。はい、よかったらこれも返してくれておいてください。括弧の2番2行目から返してくれておきましょう。ある人がある人に対して特定の行為、まあ、時計の引き出しとか代金の支払い、これを要求する権利と。でこのような権利を債権と呼ぶ。で債権に対応する相手方の義務を債務というと。ということで人に対する権利と思っとってください。債権と聞いたら人に対する権利とね、こう思っとけば結構です。いいでしょうか。からまあ売り主買い主で考えましょうか。売り主は買い主に何言える？言うとそれは代金ちょうだいと、こうですね。じゃあ買い主はというと売り主に引き渡してちょうだいと、こういうふうに特定の人に要求できる権利ね、これを債権という言い方をして、で義務者の側から見ると債務というね、こういう言葉の言い方をしていきます。まあそのうち慣れると思いますんでね、債権とはまず何なんだ、人に対する権利というふうに割り切っとってもらったらいいだろうと思います。はい、じゃあ次、物に関する権利もあります。第2段落、これも返してくれておいてください。債権の他に物権という権利と、で人が物に対して有する権利と。はい、そこまで一応チェックを入れておきますが、ここで矢印 P270 と書いておいてください。ですぐにこの後270までテキスト飛びますんで、ね、物件って何というね、その話をこの後やっていきます。はい、物件270ページまでちょっと飛びますが、はい、物件に関するお話ね、ちょっともう先にやっちゃいます。で全体構造編聞いてる方はもう全体構造編の話の続きに、ね、なりますんで、まあ、復習だと思ってね、聞いとってもらえるといいでしょうが、はい、早速ですが270ページ一気に飛んじゃいます。はい、物件ってどんなものかということで、はい、もう1回目でこの270ページから279までね、やっていきますけれども、第1章、すみません、270ページまでね、一気に飛んでください。物件相続、このうちの横一物件とは、ダブル A にしといてください。はい、横一の物件とは、ダブル A にしといてください。はい、ということで、まあ、物件、まあ、平たく言うと、物に対する権利です。はい、例えば A さんが土地を持ってると思ってください。はい、A に所有権があると。これはどういうことですか。 A の所有権があるというのはどういうことかというと、どういうことでしょう。皆さんはお手元にご自身の筆記用具を持ってますよね。その筆記用具を所有しているというのは一体どういうことですかというと、その筆記用具、誰から文句も言われず自分のものとして使えるんですよ。いいですかね。これ使ってもいいと、お隣の人に聞いたらバカバカしいですよね。自分のペンなのにね、お隣さんこれ使っていいとかね、何考えてんねんって話ですよね。自分のもんなんだから当然自分で使えると、当たり前だと思ってください。はい、ということで、まあこの物件、自分で自分の意思だけで決めれると、これがすごく大事なところだと思ってください。はい、縦の1返してくれておいてください。物件とは物を直接的排他的に支配する権利ということで、まあ直接的イコール自分の意思だけでと思ってください。お隣さんに聞いたりしませんよね。自分の持ってるペン使うのに、ね、自分の意思だけで決めれるはずです。で、かつ排他的っちゅうのは他の人のじゃないってことなんですよ。いいですかね。自分のだイコール他人のではないと。いいですかね。例えばジャイアンがね、のび太のものをね、勝手に奪って、これは俺のものだと言ってね、俺の所有権だと言い張ったと。俺の所有権だと言い張った。
いうことは、これはあんたのび太のものじゃないと言ってるのと一緒ですよね。つまり、俺の所有だと言うってことは、他の人の権利じゃないというふうに主張すると。そういうことでもあると。この排他的いうのは、他の人の権利じゃないというね、こう主張できる権利だというね、そういう意味でもあると思ってください。はい。ただまあね、のび太ね、ジャイアンのやつみたいに、ちょっとイレギュラーなちょっと一旦置いときますけどね。とりあえずまあ所有権、ちゃんと所有権持ってるということは、自分の意思だけで決めれるし、他の人の権利も排除できるというね、こういう権利でもあると。こう理解しておけば結構かと思います。はい。で、さらにちょっとよかったらこれは物件に関するね、お話。もう早めにちょっと暗記しちゃってください。米印返してくれておいてください。支配するとは、使用権の、収益権の、処分権のを支障すると。で、ちょっとここは説明の仕方としてね、テキストが悪いですけれども、ちょっとね、所有権というのを3つに分けます。所有権3つに分解できると思ってください。所有権は3つに分解できます。使用権、収益権、処分権。はい。まあ、この、先ほど書いた並行四辺形の下にでも結構ですんでね。所有権持ってるってどういうこと？というと、使用権、使う権利です。当然あります。当たり前ですよね。皆さん持ってるペン、自分で使えると当たり前です。それだけじゃないです。収益、お金儲けと思ってください。お金儲けってどういうことって言うと、例えばですけどね、アコギな商売かもしれませんけども、自分の持ってるペンを人に、ね、1時間あたり150円で貸すとかね、そういうのができるということです。貸してお金に換えるというね、こういうこともできる。これ収益です。金儲けと思ってください。処分は、まあ、文字通り処分で捨てる、もちろん できますけども、この処分の中には、売ったり、捨てたりと。こういう意味だと思ってください。処分、売ったり捨てたりできる。こういうことです。自分のものだから売るの自由です。まあ今だったらメルカリっていうのがありますからね。メルカリで、まあ誰も自分のね、中古のペンなんか欲しくはないと思いますけれども、まあその処分するの自由です。ね、もちろん捨てるのも自由です。ということで、所有権ありというのは実はこの3つの権利があるということだと思ってください。で、これを完全な物件。はこの3つを持ってます。ごめんなさい、完全な物件として所有権はこの3つの権利を全て持っているので、まあ、完全な物件であるという言い方をします。これが例えば抵当権とか言われる担保だけ持つやつだと、実は最後の処分権しかなかったりね、あるいは地益権と言われるやつは使用権しかないとか収益権しかないとかね、そんな言い方したりとか、要はね、物件の中でもこの中の一部しかないっていうね、そういう物件もあります。で、所有権だけこの3つ全部あるということで、使用収益処分、早めにちょっと覚えておいてくださいね。所有権の中身としては、使用収益処分というね、この3つがあるんだというふうに思ってもらえるといいでしょう。はい、どんどんいっちゃいましょうか。はい、2番、性質ということで、直接の言葉の意味ね、もう一度、まあ、先ほどもうすでにね、板書した方も多いと思いますが、解説チェックをちょっと入れておいてください。直接性、他人の行為介在せず、自己の意思のみに基づいて物を支配できると。はい、直接性、自己の意思のみ、ね、ここポイントです。自分の意思のみ。自分の意思だけで決めれるんですよ。いいですね。人にお金ね、じゃあ人に、ペン貸すときにね、使うときにね、誰からの了解得なくてもいいというね、自分の意思だけで物を決めれるというね、こういう意味だと思ってください。はい。さらには排他性ということで、他の人のじゃないというね、こういうことです。271ページの括弧の2番、返してくれておいてください。排他性、一つの物件存在する物の上には、同じ内容の物件成立し得ないと。ちょっと理論的、理念的に書いてるんで分かりにくいんですが、この六法が私の所有だということは、他の人の所有権はここには乗っからないと。こういうことです。いいでしょうか。ここに私の所有権乗ってます。一つの物件存在する物ですね。この物の上には同じ内容の物件成立しないやから、他の人の所有権がここには入ってこないと。いいでしょうか。私の所有だイコール他の人の所有じゃない。こういうことになります。これが抵当権だったら、私の抵当権だってことは他の人の抵当権じゃないとかいうふうな話でなってくるということで、ここは物件排他性があるよ。ね、同じ内容の物件は基本的には成立しないというね、こういうふうに思っとってください。はい。ただ、この物件強烈な権利ですのでね、ちょっと安全が大事だということで、米印、3行目に返して伸ばしておいてください。物件の排他性から取引の安全確保するために、物件内容や帰属を外部から認識できるような工夫、工事方法を177、178がなされていると。
でちょっとここは、ね、177の条文別に見なくてもいいですけれども、こんな話をちょっとね、想像するといいでしょう。はい、ちょっと、括弧の2番の横か、ちょっとだけね、隙間がありますんで、そこに板書でもしょってもらったらいいですが、はい、ある土地を A が持っていると思ってください。ある土地。まあ、土地じゃ分かりにくければ、例えばですけどもね、東通り商店街の、商店街の入り口あたりの土地があると。で、そこを A が所有しているということだと思ってください。けども、悪いやつ B が出てきたと。で、B が C に向かって、その土地ですよ。俺の土地買わないというふうに言ってきたと。B さん全くの権利ないですよ。全くの権利ないけれども、東通り商店街の一番ど真ん前の土地、俺の土地なんだこれと。で、俺の土地だからお前買わないと。こういうふうに言ってきたと思ってください。はい。で、C の立場で考えましょうか。買ったらどうなるでしょう。えらいことになります。買ったって自分のものになりません。だって所有者 A だもん。勝手に B が売ったからって所有権移るわけはありませんのでね。なのでこれ買うととっても危ないんですよ。いいですかね。本当はこの A の支配権です。直接性、排他性のある物件です。でも他の人が俺のだ買わないとかやってきたときに取引が危機にさらされますね。いいですかね。そのためにどうするかっていうと、登記っていう制度がありましてね。登記を見れば誰のか分かると。はい。A の登記、丸と、登記のことも、と、丸とでね、表示していきますけれども、A の登記が確認できれば、C は、買わなくて済むんですね。もし登記という制度がなかったらどうなるというと、こういう詐欺師にまんまと引っかかるということになるわけですよ。登記という制度があることで、直接性、排他性ある権利が誰のものかっていうのが分かるようになるんで、物件に関するトラブルが極力減らせるという話なんですね。これが登記の一応位置づけであると思ってください。直接性、排他性のある A の物件です。東通りのね、商店街の前のね、土地、あれは A のものだったと。にもかかわらず登記がないと、こういう悪いやつが俺のいらないとか言ってやってきて、で、間違って買わされてもするものならね、大トラブルに巻き込まれると。そういうのを防ぎましょう。ね、そのために、登記という制度がありますと。ね、物件の配達性、ね、そこから、ね、取引の安全確保する。どういうことを言うと、A のものなのに勝手に B が売ったと。ね、こうなって C がトラブルに巻き込まれる。こういうのを防ぎましょうと。そのために登記という制度を置いておこう。まあこういうね感じになっていきます。まあこれはおいおい登記というところでね、また学習しますんで、まあとりあえず登記という制度で権利者が誰かを公示している。こう思ってください。いいでしょうか。不動産に関しては存在しますね。土地とか建物という不動産についてはこの登記というね、これによって誰が権利者かというのをはっきりさせているというね、こういう制度が存在します。はい。ということで、まあ、ここね、物件直接性排他性というね、まあ、全体構造編見た方には、まあ、復習だとね、割り切っていただいたら結構ですけれども、まあ、とりあえずね、物件、これだけ強烈な権利だよ。だから、登記というもので、権利者誰かをはっきりさせようというね、こういう話だと思ってください。はい、3番行きましょうか。債権との違いですけれども、はい、債権との違いも一言で言うと直接性排他性です。はい、1行目真ん中から返してくれておいてください。債権とは特定人債権者が他の特定人債務者に対して一定の行為を請求する権利と。はい、ということで、まあ人に対する権利に過ぎないんでね、物に対する権利と違います。人に対する権利ですからね、相手があるということです。相手があるんで、例えばこれ貸金債権と思いましょうか。貸金債権で、よいしょ、はい、A が B にお金を貸してて貸金債権持ってると。 B が払わないときどうします？自分の意思だけで何かできます？できないです。あかんのです。 A が貸した金 B 返さない、ね、B が返さないからって、例えば B の家にずかずか上がり込んでね、で B の大事な財産とか持って出るとかね、これできないです。これやったら泥棒ですからね。これ自分の意思だけでどうしようもありません。どうするというと、これ自分の意思だけでは決めれずに、
はい、自分の意思ではどうしようもない。これ言い換えると B の行為待ちなんですね。 B が払うということをやってくれるのを待つと、ただそれだけの権利なんですよ。弱っちいんですね。とっても弱っちいです。自分の意思だけでどうしようもなくって B の行為待ち、こうなります。 B が払ってくれたらそれでいい、払ってくれなかったらどうするんだと。はい、B が何もしてくれなければこれどうするかというと訴訟するしかないと。訴訟した上で強制執行と言いますが、裁判所の力を借ります。はい、債権というのはそんだけ弱っちいものだと、こう思ってください。相手の行為待ちで、相手が何もしてくれなかったらどうなるのというと、訴訟して強制執行するしかないと。これ裁判所の力を借りで、ここから先の話は民事訴訟法の話です。ここからあとはね、民事訴訟法の話になります。はい、まあ、民法の後、商法をやりまして、商法の次に民事訴訟法というね、そんな感じになりますが、はい、とりあえずもうね、ここ債権というのは弱っちい権利だと、こう思ってください。自分の意思だけではどうしようもないというね、そういうものだと。相手が払わないからって相手の財産持って出るとかね、それができたらいいですけど、それはさすがにできませんというね、こんな感じになっております。はい、ということで、まあ、とりあえず言葉の学習で物件って何、債権って何というね、そんな話はまずはやっておきました。はい、横の2番どんどんいきましょうか。物件に関するちょっとしたルールでね、横に物件法定主義と書いてあります。まあ、読んで字のごとしです。物件ってのは法で定めましょうというね、こういうお話だと思ってください。 B ランクにしといてもらって結構です。はい、括弧の1番、よかったら解釈をね、さと伸ばしておいてください。物件は民法をはじめとする法律で定められたもの以外は当事者が合意で創設することができない。で、物件法定主義と言っていきます。はい、まあ、物件法定主義というね、この言葉の学習に次は入っていくんですけれども、まあ、これね、あの物件いうのは先ほど言った通り自分の意思だけで決めれるんですよ。自分の意思だけで決められて他の人の権利を排除するというね、そういう権利になるんですよ。これを勝手に作り出せることができたら世の中乱れますと、こういうことを言いたいんですね。で、もう少し具体化しましょうか。例えば今の日本にはこんな権利ありませんが、仮にあったとしたらどうなるかね。例えば野球ができる権利ね、ある年の上で野球ができる権利を仮に物件として決めたらどうなるかというと、他の人野球できないですね、そこでね。そういうことになります。自分の意思だけではその年は俺は野球する権利だとね、誰かがそこで虫取りでもしようもなら俺の野球権妨害するんだというふうな感じで言えたりするわけなんですけれども、なんかそんな物件どんどん作れたら世の中乱れてきませんかね。ね、ここは俺の虫取りの権利の場所だとかね、そんな感じでどん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 新しく物件ができてこようもなら、物件同士で勝ち合って偉い喧嘩になりそうだね、そんな世の中が想像できます。なのでここは物件あまり勝手に作り出せるというふうにしてしまうと喧嘩の元になると、直接性排他性というね、他の人の権利を排除できる強い権利ですんで、そういう意味でここはあまり乱発しないようにしようということで、法で定めたものに限定しましょうというね、こういう話にしています。はい、272ページ、括弧の2番の趣旨。はい、よかったらまあ2番のところかな、2番のところにでも返してくれといてください。物件絶対性排他性有する権利で、内容を確実化しておかなければ取引の安全害し、第三者に不足の損害を与えてしまう恐れと。はい、ということで、まあ、内容を確実化しておかなければというね、言い方をしておりますので、まあ、そっちの説明も少ししておきますね。物件では強烈な権利だから勝ち合ったら喧嘩になる、これももちろんなんですが、仮に当事者が勝手に作れるとすると、当事者が作った権利は曖昧になる可能性があるんです。例えばある年の上で野球ができる権利というけど、野球ってじゃあどういう野球なんだと、7人の野球なのか9人の野球なのか3人の野球なのかね、あるいはね、9回裏までやるのか、ね、11回までやるのかとかね、その辺はっきり言って内容がはっきりしないんですよ。野球ができる権利というけども、どんな野球ができる権利なんだということで曖昧になりやすいんでね、なので明確化したいという意味だと思ってください。丸の2のね、趣旨は物件を明確化したい、こういう意味だと思ってください。権利の内容を明確にしたいというね、そのために物件法定主義と。
明確化したいというね、それが趣旨だと思っていただくといいと思います。はい、ということで、まあ、物件に関するお話ね、とりあえず物件法定主義という言葉の学習と割り切ってください。はい、2番の種類は2週目にします。一応私のテキストね、クラスですけども、1週目23回ぐらいでね、大事な基本的なところをやって、応用的なところを2週目というね、そういうことで、後でやりますんで、この2番については2週目で今は置いといてください。はい、3番4番は特にランク外ですのでね、読みたい方はどうぞ読んでくださいという、ね、テキストランク外ということで、まあ、もうノーチェックで、大丈夫かなと思います。はい、と同時に274ページまでちょっと飛びましょうか。はい、物件の客体と書いてありますが、はい、物件の客体の残り字もこれも飛ばして結構です、ね、物件というぐらいですから物じゃないといけません。人じゃいけません、ね、なんか奴隷をね、支配するとかそういうのも今の世の中ありませんのでね、横の位置物件の客体の要件と書いてますが覚えなくて結構なんでね、ここは横の一番ふーんということで読み流ししてもらったら大丈夫です。横の位置ノーチェックで大丈夫かなと思います。はい、ただし横の2番ここはちょっと見ておきましょう。一物一見主義 A ランクにはしておいてください。はい、ちょっとここ一物一見主義は言葉の順番で理解するとちょっとこれドツボにねハマってしまいますんで、この一物一見主義ね、文字通り読むと一つのものに一つの権利みたいにこう読めますよね。でも意味は違います。一物件一物主義と思ってください。これも横の2番タイトル書き換えしたらちょっとまずいですけどね、意味としては一物件一物主義と思ってください。どういうこと？一物件一物主義なので、一つの所有権の客体は一つの物、複数の上に一つの所有権とか成り立たないというね、そういうことで一物件一物主義というね、こういうふうに割り切ってもらうといいと思います。はい、縦の位置に解説をちょっと入れておいてください。一つの物件の客体は一個の物と。ということで、2番、内容と書いてますが、丸の1に解説を入れておきましょう。一個の物の一部には独立の物件存在し得ない独立性。から丸の2、数個の物に対して一個の物件存在し得ない単一性と。ということで、まあ、言っちゃ当たり前の話ですよ。当たり前の話ですよ。ある木が立ってますと。その木にはもちろん枝もあって葉っぱもあってなるけどね。その木の一部である葉っぱに独立の所有権と。何が嬉しい？別に嬉しくないですよね。木の所有者が葉っぱの所有もしてると、こう考えた方が自然ですんでね。なので、木は木、葉は葉とかね、こうはしないと。一個の物としてもうね、連続性のあるものは一つの物みたいなね、そんなイメージで考えてもらったらいいと思います。同時に、二個の木に対して一個の所有権とか、そんなややこしいことしないと。ね、一個の物の上には一個の物件。ね、一個の物件の客体は一個の物というね、そういうふうに考えておきましょう。というね、こうなっています。なんでというと、2番、3番ですね。趣旨。なんでそんなふうに考えるかというと、丸の1。解説ここを入れておくといいと思います。物の一部や物の集団の上に1個の物件認める社会的必要性がないし、でさらに丸の2、1行目の後半、工事方法がないと。で、工事方法ないということは次の行、取引の迅速安全が害すると。ということは、まあ、工事方法がないというね、要は登記の仕方がないんですよ。で、木であれば木の幹に例えばこう炭のりとかね、そういう形の物件の工事というのがあったりするんですが、葉っぱの一枚一枚に工事ってできないんでねいいですかね、葉っぱの一枚一枚に俺の土地でね書いたところでね風で飛んでいったら終わりですからね。なので、まあそういった意味でも、その葉っぱの一部にね、その工事方法とはやりようがないと、まあいうこともあり、独立の物じゃないと工事ができないから、これは物件の客体として認めても仕方がないと。まあ、こういうふうにね考えていてるんだと思ってください。ただし例外もありまして、4番で例外、言い換えたら趣旨の裏返しです。必要がないし工事がないって言ってるんで、あればいいんでしょということになります。4番書き出しからしてくれましょう。社会的必要性があり工事方法あれば一物一見主義の趣旨に反しないと。で、例外として括弧の1の括弧 A に入れておいてください。一筆の土地の一部と。で、理由の丸の1に入れておいてください。土地の一部であっても B の所有権認める社会的必要性があると。はい、ということで、実は皆さんイメージしたことないかもしれませんが、土地というのは実はずっと連なってる感じかもしれませんけども、必ず境界がありましてね、境界で一筆で書ける範囲のことを一筆と、こういうふうに言っていきます。一筆の土地、必ず境界でくくられてます。で、この境界でくくられてる範囲の土地、一筆の土地と、こういうふうに言っていくんですが、この一筆の土地の全体が A 所有、ここだけ売りたいと、
これあっても良さそうじゃないですかね。例えばこの一筆の年っていうのが甲子園球場ぐらいの広さだと思ってください。で、そこの甲子園球場ぐらいの大きさの土地のうちの、例えばホームベースの付近とかね、それ売ってみると。あってもいいじゃないかと。これ大阪市内であればね、1万円札を広げるよりも土地の価値の方が広いというぐらいに言うぐらいなんでね、それぐらいに、まあ、一部だけ売りたいと。あっていいよねという感じなんですね。必要性があるんです。必要性がある上に、分筆という方法があります。土地は要は新たに教会作ればいいんですよ。ここからここまであなたのね、とかね、そういう形で分筆すれば、それで一部の土地じゃなくって一つの土地になるんですよ。だから一部の土地であったとしても一筆にすることができるんです。だから土地の一部であっても、まあ物件の客体認めてもいいかというふうに考えていきます。この土地の一部であったとしてもね、これは一つの土地になることができるんで、これは物件の着体になりうるよと、まあ、いうふうに考えていってるということだと思ってください。はい。ということで、まあ、これぐらいにしといてください。あまり深入りしても仕方ないんでね、一部の土地ね、これは大事なのはどっちかというと、一筆とかいう言葉と分筆という言葉ね、これの方がね、大事かなと思いますんで、一筆分筆というね、その辺の言葉をちょっと知っておくといいかなと思います。はい。276ページの、まあ、立ち木に関するお話はもう置いといてもらって結構ですね、括弧の B、それから括弧の2番全部 C ランクに落としといてもらって結構ですんでね、括弧の B、それから次の括弧の2番全部 C ランクでね、落としていただいて結構です。はい。5番の例外、原則例外の整理も C ランクで結構ですので、今のところは置いといてもらって大丈夫でしょう。はい。で、実はこれ物件のところをね、先にやってる理由というのは、実はこの後ね、すぐ、実は必要性があるので、ここね、やってきてるというのがありまして、はい。277ページの物件の効力ですね、ここのところに入っていきたいと思います。で、第3節は全部 WA にしといてください。まあ、ここからやる、先やる皆さんの勉強ね、大体は物件か債権かのどっちかになります。で、物件であれば、この権利を思い出してくださいという感じになります。はい、横の1番の始めにのところは流し読みで結構ですが、横の2番、これもまだね、一旦ランクちょっと低くしてもいいかなぐらいであるんですが、物件の優先性、どうやって決めるというね、この話はちょっとルールとして持っておいてください。縦1の米印に返してくれておいてください。取引安全のため、公示の原則採用されている結果、優先的効力は実際には工事、すなわち不動産では登記、動産では引き渡しを先に備えた方が優先すると。はい、ということで、まあ、一応物件のまず優先関係に関するルールね、ちょっとここはしといてください。例えば、はい、図を書きますが、A さんの持っている土地があります。これを B にまず売りました。次にC に売りました。どっちが所有権取るでしょうという話です。 B も俺の所有だって言いたいですね。 C も俺の所有だって言いたいですよね。こういう時どっちが勝つのというと、登記を先にした方が勝ちと。登記を先に備えた方が勝つと。こういうルールがまず物件同士のルールとしてあると。こう思ってください。物件同士だとね、先に登記備えた方の勝ちと。これはちょっと暗黙のルールとして持っとってください。はい、登記という制度を備えた以上、ね、登記を先にした方が勝ちなんだと。まあ、要はこれ早い者勝ちと思ってください。いいですかね。登記という早いもの、ね、これを、まあ、先に手をつけた方が勝ちであるというふうに持っててもらうといいと思います。はい。それに対して次のところ2番、物件と債権との関係になりますが、はい、2番、はい、2番のところになりますが、はい、物件と債権の話でちょっとここはまたね、違う図を書きますんで、278ページの余白にちょっとね、書き込んでもらったらいいと思います。はい、ちなみに S と書いてあるのは売買の S です。セルという意味なんでね、セルという意味で S でした。セル、レンタルは L ということで、賃貸借ね、これは L という形で表記していきます。 A が B に貸しました。その土地を A が C に売りました。
C の所有権と B の賃借権ですね。で、賃借権はこれは人に対する権利という理解をします。賃貸借の賃借権は債権と思ってください。これ債権です。物を借りてますけれども、これ物に関しての権利というよりは債権だと、こう理解してください。さあ、 C の所有権と B の賃借権どっちが勝つという話なんですけども、これについては物件優先というルールがあると、こう思っとってください。基本的にはまずは物件優先であると、こう考えます。2番括弧の1に解説チェックを入れておきましょう。同一物について物件と債権競合する場合、成立の前後にかかわらず物件が債権に優先と。で、例エグザンプルの中で括弧ラインにチェック、括弧書きにチェックを入れておきましょう。売買賃貸借破ると、こう考えます。ということで、もう賃貸借は債権に過ぎない、まあ、ここもね、いずれまた理解することになりますけれども、賃貸借は賃借人借り主が貸主に使わせてと言える権利というね、人に対する権利というね、こういう理解をしていきます。それに対して所有権は物件です。文字通りね、物件で物件の方の価値というね、こう考えてもらったら結構かなとは思います。はい、ただそうすると、この不動産の土地で B が例えば生活してたらどうする？かわいそうですね。賃借権、まあ皆さんも一人暮らししててマンション借りてるというのあるかもしれませんね。借りてるマンション誰かが買ったら俺追い出されるのっちゅうね、そんな話になると安心して住めませんよね。いいですかね。で、ここは不動産賃貸借だけ例外があると、こう思ってください。はい、例外、不動産賃貸借です。まあ、賃貸借のところで学習します。で、どんな感じになるかというと、賃貸借にも、まあ、工事みたいなものを作ります。先に工事、備えたものが勝ちということでね、工事で決めるというね、そういうやり方をしていくと、こう思ってください。はい、不動産賃借権は例外というね、そう思ってもらって、括弧の3番ね、タイトルついてる通りでありますが、例外、不動産賃借権と、こう思ってください。はい。まあ、賃貸借で珍しく、ね、債権だけれども工事があるというね、こういう制度になります。はい、括弧の3番、まあ、これもね、タイトルにチェックを入れておいてもらいましょうか。例外不動産賃借権605ということで、まあ、とりあえずこれ物件同士の優劣、物件債権の優劣というね、ちょっとここの暗黙の了解をね、ちょっと持っとってもらえるといいかなと思います。はい、まあ、物件債権あれば基本的には物件から考えるというね、これの方が強いかなというね、そういうところではあったりします。はい、と同時に物件に関するお話、横の3番でして、まあ、ここはあの全体構造編でもね、かなり時間をかけてお話ししたところではありますので、覚えてる方は覚えてるかなというね、感じかと思いますが、横の3番、まあ、民法2問問題あれば1問はこの横の3番に関するお話というぐらいに非常によく考えるのがこの横の3番と、こう思っとってください。まあ、2問あれば物件的請求権が1問あるというね、それぐらいの、まあ、頻度で出てくるぞというふうに思っておきましょう。はい、横の3、物件的請求権、縦の1に解説してくれといてください。物件の円満な支配状態が妨害され、またはその恐れがある場合にあるべき状態の回復または妨害予防を求める請求権と。はい、ということでちょっとだけ考えましょうかね。そこの横に図でも書いておきます。自分が A の立場だったと思ってください。皆さん A の立場ね。で、土地を持ってます。ところがそこに心あらず、ね、ならず者の B がゴミを捨ててきたと、こう思ってください。で、ゴミ捨てていったんです。どうしたいです？どけてちょうだいって言いたくないですかね。いいですかね。このゴミ持っていけと、邪魔だから持っていけと、こう言いたくなるはずです。あるいはまだゴミは捨ててないんだけど今にも捨てようとしていると、だったらやめろというふうに言っていきたいですね。やめろ、はい、もうすでに捨ててたら妨害排除請求と言いますけれども、これを考えていきたくなりますね。いいでしょうか。自分の円満な物件の支配状態が脅かされていると、
いいですかね。定義確認します。物件の円満な支配状態が妨害されそう、あるいは妨害の恐れがある時に、あるべき状態の回復ないしはその予防を求める、こういった請求権を物件的請求権と言っていくと、こう思ってください。で、これ条文ありません。条文ないんで皆さんもこれも暗記するしかないですというふうに割り切ってください、ね。条文ありません。当たり前すぎて条文作らなかったっていうね、それぐらいのところですね。自分のものを持ってる、ね、誰かがお店だ、どけろと言えると当たり前だと、ね、自分が持ってる土地、誰かが住んでる、出ていけと言えると当たり前だと、当たり前なので条文作ってないっていうね、そういうところではあったりします。はい。ただまあ一応ヒントとしては、根拠ですね、根拠ですけれども、なんで認めたかという理論的な説明は丸の3にチェック入れておくといいと思います。はい。2番丸の3返してくれておきます。自力救済が禁止されている民法、物の直接的支配を全うする必要があると。はい。ということで、これ実は自力救済禁止というね、これが日本の民法のまたこれ隠れたルールと思ってください。暗黙のルールで自力救済禁止っていうのがあるんですよ。お隣の国だったら別ですよ。お隣の国だったらね、自力救済ウェルカムっていうね、でそんな感じのところありますが、日本ではあかんのです。どういうことが自力救済かというと、 A であればゴミが捨てられた、自分でこのゴミを処分する、これ自力救済になっちゃうのね。いいですかね。自分の土地の上にあるゴミ、これをまあ勝手にまあ処分するっていうね、これ自力救済なんですが、これ本来は禁止なんです。まあ実際上はね、掃除の一環でもう捨ててるというのがあるかもしれませんけれども、理論的に説明すると自力救済禁止で、本当は B にさせなきゃいかんはずなんですよ。自分でするんじゃないと。自力救済はあかんのです。けども自力救済あかんかったら自分ではできないんですよね。いいですかね。自力救済禁止だから自分ではできない、自分ではできないけど物件って自分の意思だけで何とかできるって言うじゃないですか。それの整合性何なんということで考え出したのがこの物件です。自分の意思はできないので相手にさせる、これが必要だと、こういうことで物件的請求権認めたと。いいでしょうか。自分の意思だけで物が決めれるはずの物件だ、でも自力救済できない、このジレンマがあるんですよ。このジレンマの下でやるとしたら相手にさせる、もうこれしかないと、まあ、いうことでね、相手にさせる権利というのを設けてきたと、こういう感じだと思ってください。はい。3番の法的性質は D ランクで飛ばしていただいて結構です。はい。ちなみにほんまにこの自力救済っていうのは日本で やりがちなね、ところあります。まあ、実際のところはね、やっちゃってるというのがあると思いますよ。自分の山林に勝手に捨てられたと、もうとか言いながらね、ゴミ捨ててるというのはまあ多分あると思いますけれども、まあ、原理的に言ったら本来相手にさせるっていうね、それが本来であると、こう思っとってください。はい。279ページ、4番種類のところですけれども、この4番の種類のところはレジュメで代用しておきましょう。はい。レジュメの方をちょっと開いていきますけれども、はい、ちょっと後ろの方になります。物件的請求権のお話でして、23ページ、はい、23ページです。はい、23ページのところに、まあ、物件的請求権の、まあ、一応種類3つ挙げときました。まあ、早めにこの3つね、覚えて要件まで出せるという感じになっとってもらえると嬉しいなというふうに思います。で、この物件的請求権ですが、言いたいことが実は3種類に分けられると思ってください。まず1つ目、括弧の1、これは返せという権利です。解説してくれる方は入れておいてください。物件的返還請求権で、要件は丸の1、請求者が物件有するで、丸の2、相手方が占有、はい、占有イコール支配と思っていただいたらいいと思います。相手が物をもう支配してるだったら返せと、こうなります。例えば建物建てて住んでるだったら、これ典型的な占有というふうに思っていただいたらいいと思います。はい。ということで、まあ返せというのが返還請求権、これもね、原告所有、被告占有と、まあ、こういう要件であると思っていただいたらいいと思います、ね。請求者が物件所有、相手方が占有ですが、大体まあ論文なんかではね、原告所有、被告占有が要件だと、まあ、いう感じで書いていってね、で、原告所有権あり、被告占有あり、だから認められるというね、そんな感じで、まあ、論文を進めていくという感じになったりします。はい。とりあえずこの物件的請求権のうちの返還請求権、ね、これ典型的な一つの請求権と思ってください。もう一個、括弧の2番。これ土経路という感じの請求になります。はい。タイトルチェック入れておきましょう。物件的妨害排除請求権、これは要件としては丸の1、請求者が物件有する、丸に相手方が物件を妨害していると。要件、要は占有じゃなくて妨害にしてます。妨害なので占有よりは広いと思っていただいたら結構ですね、邪魔していると言えたらいいんですよ。いいですかね。
占有という支配までなくてもいいと。例えば相手がね、建物を建てて住んでる、そこまではいらない。けれども、ゴミを置いてる。これでもいいんですね。なので、占有よりは、よりちょっと概念としては広いと。こう思っていただいたら結構ですね。占有よりかなり要件としては緩い、認められやすいというね、そうなるのが妨害排除請求権と、こう思ってください。はい、土経路。ね、これが妨害排除請求権と思ってください。はい、三つ目は、これはどっちかというと予防請求権、やるな。に近いかな、やるなに近いかなというね、そんな感じであります。はい、括弧の3番これもタイトルしてくれておきましょう。物件的妨害予防請求権で丸の1、請求者が物件有する、丸の2、相手方が妨害恐れのある事実を支配と。はい、ということで、まあちょっと妨害予防請求権がちょっとイメージしにくいと思いますんで、ちょっと極端な例で考えます。いいですかね、極端な例で考えます。はい、全体構造変動もしかしたら出したかもしれませんけれども、とりあえずこれ2つの土地だと思ってください。高台の土地とちょっと 低いところにある土地と思ってください。で、この B が何を考えたか知らんけれども、 A のところにトンネル掘ろうとしていると、こういう状態です。はい、さあ A さんからしてみたら、そらそうですよね。このままトンネル掘られたらどうなります？と、岩盤崩落ですよね。そういったまあ一応悲劇が待ってるかもしれませんので、まあ、とりあえず A としてみたら、B に、やめろと。こう言いたいですね。やるな、やめろですね。妨害予防請求。穴開くやんかと。やめてくれ。というね、こういう請求です。いいでしょうか。はい、これがまあ妨害予防請求権ということで、はい、全部物件的請求権の要件は非常に覚えやすいですね。原告所有で被告ほにゃほにゃ、こういう要件です。原告所有で相手被告占有か被告妨害か被告妨害の恐れかというね、その要件の違いに過ぎませんが、まあ一応このね、要件早めにちょっと覚えておくという感じにしておいてください。で、論文問題だと、まずはここの原告所有のところの認定から頑張るというね、そういうところの順番問題がね出たりするよということで、まあその下にもまあ書いてますけれども、ここはまだ1回目では早いかなと思いますんで、丸の1の云々というその下のね、ところは2週目でお話ししようかなというふうに思っております。はい、さらにその下の物件的請求権の公文もこれも2週目用と書いてまして、ここまでやってようやく民法の論文完成するかなっていうね、そんな感じになりますんで、その下の物件的請求権公文も2週目ということで、一旦ねちょっと置いておいてください。23回目かな、多分ね、23回目か4回目で見るよということで、ちょっと今はまだね早いので置いておきましょう。はい、ということで、まあ物件的請求権の3種類4種類ね、まあ3種類かな、3種類をまずはちょっとね押さえておくという感じにしておいてください。はい、ということで、まあ一応ね、ここまでを物件の学習としてね、やっといたということになります。はい、279ページのところで4番以下ですね、ここについてはもうね今は一旦置いといてくださいね、またテキスト物件に入った時に軽く見るという感じにしますので、もう今のところはね物件的請求の3種類のレジュメまでね、そこまで復習してもらったら結構かなと思いますので、まあ、ここから先については1回目については置いとくということにしておいてください。はい、さあテキスト物件のところで戻ってましてね、止まってまして、3ページまでちょっと戻っていってください。はい、まあ、切りもいいところまでね、ちょっとやって休憩という感じにしたいと思いますが、まあ、一応ね3時間の講義ではありますけども、85分休憩85分というね、そういう感じでやります。85分講義やって10分休憩で85分というね、そういう感じの、まあ、大体講義の流れと思っておいてください。はい、4番法律要件と法律効果というところに戻ってきます。3ページね、ちょっとかなり前の方に戻ってきますが、4番のところ戻っていってください。はい、3ページの4番法律要件法律効果のところですが、ここはもうすでに皆さんには理解いただいているところになります。実は効果言いたいこと、要件言うための条件という感じの、ね、整理になります。いいでしょうか。要件揃えば効果が出てくるというね、こういう感じで、まあ、法律学部ではね、勉強したりしますけれども、実践的な勉強としてみれば効果イコール言いたいことで、要件必要条件というね、そういう割り切りをねできるようにしておいてください。一応まず法律学としての説明をします。4番3行目から返してくれておいてください。法律的な効果を発生させる原因を法律要件といい、それによって生じた法律的な結果を法律効果というと、はい、いうところではありますけれども、その次のページの4ページまでのところについてはもう流し読みですね、飛ばしていただいて OK で、レジュメにちょっとすみません入ってください。はい、レジュメの7ページ、はい、レジュメの7ページにちょっと入っておいてください。まあ、すでにもう今日ね、やったところにはなりますけれども、
はい、レジュメ7ページのところです。法律要件と法律効果の、ね、一応分類を一応やっておりますけれども、条文に書いてあるのが要件効果であると。まずね、そこのくくりですね。7ページの、ちょっと太枠で囲っているところね、よかったら返してくれておいてください。法律要件で矢印法律効果、ね、その中で法律効果の方に着目すると一番下に飛んでください。上矢印の後に書いている通りです。当事者の主張したいことに対応します。でその言いたいことの要件が左側矢印返してくれておいてください。主張するための必要条件と。はい、要件効果というのをこういう形でまずは整理しておいてください、ね。要件効果というのは結局どういうことなんだ、言いたいこととその要件というね、その理解をまずは持っておきましょう。で大体は効果のところは権利義務の発生変更消滅というね、そんな言い方をしたりしますが、まあおいおい民事訴訟法までのところでがっつり勉強しますんで、まあとりあえずは法律効果というのは権利の発生ですね、これに関することが多いかなというね、そう思ってください。まあ発生とか消滅ですね、その辺の主張をやっていきますし、そのための要件のところが左側というね、そんな感じです。はい、ここのところだいたい法律要件になるものね、契約が法律要件であることも結構あったりしますんでね、まあ契約とその他というね、法律要件になるものが契約とその他みたいなね、そんな感じで、まあなること多いですが、今は置いといてもらって結構です。まあ契約が多いというね、そう思ってもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、あとすみません、次のページ8ページ、はい、債権に関する補充でして、はい、民法の問題が2問あったら1問物件的請求だと言いました。もう1問あれば何かというと、ほぼこの債権的請求のどれかになります。で、一応これも民法の問題見たときにね、必ず最終的にやっていく発想になりますが、原告の請求何、ここから考えるんですよ。で原告の請求は物件債権どっちと、こういう発想でね、物件的請求かな債権的請求かなっていうね、ここ結構早い段階で頭使っていきます。で物件であればさっきの3種類ですね、どれだろうと考えたらいいし、債権だとなればこの3種類から選ぶというふうな、そういう感じになると思っていただいたらいいと思います。はい、8ページ、ちょっとねまだ早いですが解説シックはもう入れちゃいましょう。はい、債権的請求に関してのお話ですが、一つ目のチョボに返してくれておいてください。約定債権、これは契約の約の意味ですね。契約またはその解消により生じる債権ということで、まあ、契約に基づく請求と思ってください。契約に基づく請求なんで、例えば代金払えとかね、物を引き渡せとかね、契約に基づく請求、約定債権と、こういうふうな言い方をしていきます。じゃあ契約によらない請求は次の2つ目返してくれておいてください。法定債権、法律上の規定により生じる債権と、まあ、その中に書いてますけれども、典型的な一例はイグザンプルの2つ目、不当利得から不法行為、まあ、このあたりですね、これが法定債権と言われる、まあ典型的なものになっていきます。はい、で実は債権的請求それだけじゃありませんで、3つ目の類型があると。ここがまあ皆さんね、私のクラスだけのまあ特典だと思っていただいて結構ですね、他のクラスだとねこれ抜けてるというのがありますが、3つ目の類型があります。これ代位取り消しと、今はちょっとチェックだけ入れておいてください。中身は多分今見てもちんぷんかんぷんだと思いますので、まあ、ここは2週目でお話を軽くをね、またする機会あるかもしれませんが、債権者代位とかね、物上代位という代位とか、まあ、その辺の制度あるんですが、制度に入った時にまたお話しますんで、今はちょっと置いといてください、ね。3つ目の類型として代位取り消しなどというね、それも一応3つ目の債権的請求の一応類型としてね、持っててもらえるとよりいいかなと思います。はい、ちょっと特殊な請求になりますが、まあ、この辺のね、どれかから選ぶというね、そういう感じになると思っていただいたらいいと思います。はい、ちょっと、まあ、切りもいいとこまで来ましたんで、ちょうど休憩挟んでから4ページですね、4ページの横の3番、ここから後半へということで、今から約10分ほどね、休憩を取りたいと思います。10分ほど、一応40分かな、再開したいと思いますので10分ほど休憩を取りください。はい、そしたらじゃあ後半の方に入っていくことにしましょうかね。後半ちょっとね短く80分ほどになりますけれども、テキストの4ページ以下ですね、これやっていくことにしたいと思います。はい、とりあえず民法に関するまあ一応ね、全体構造といいますか、まあ、民法に関する基礎知識のねちょっとしたまあ一応整理になるかなと思いますが、横の3番まあ答案で書くことはないと思いますけどもね、横の3番民法の構造はまあ括弧書きでパンデクテン方式というね、そういう言われ方をします。まあ今やからちょっとパンデミック方式とか書き間違えたりね、そういうのたまにいるかもしれませんけど、まあ書くことはないと思いますんでね、まあ、パンデクテンというね、そういう言い方をするとこう思っとってください。はい、とりあえず横の3番 C ランクで結構です。でこのパンデクテンというのは日本の法律大体こういう作り方になってますんでね、パンデクテンって何っちゅうと因数分解みたいなイメージですね。 A
という共通項があるならば、その共通項を前に出すというね、AB たす AC を A かっこ B たす C とこう分解するのとね、同じような感じで共通項を前にというね、こういうふうなまあ構造が民法の、だけじゃなくてね、あらゆる法律でよくね、使われている方式になります。はい、横の3番解説してくる方は入れておいてください。日本の民法典の構成は、2行目、パンデプテン方式というと。でパンデクテン方式は一般的なもの、共通性があるもの、相続相論、これが先に、で個別的なもの、各論が後に来る論理性を持っているということではあるんですけれども、はい、一応共通項が前に来るというね、そういう扱いで、条文も順番こういう順番並んでるんですけれども、この順番で勉強するととってもやりにくいところが1個あります。これは何かというと契約トラブルの処理ね、契約トラブルの処理は実は5ページちょっと見ていただきますけれども、はい、5ページ見ていただきますが、はい、5ページの中でいくと、この中の、債権編のところがありますね。第3編、債権編ありますよね。債権編の第1章、債権相続とあります。ここと、実は第2章、契約の第1節、契約相続とありますね。ここを縦横無尽に駆け抜ける必要があります。実を言うと、この契約トラブルの時には、この、なんちゅうかな、契約相続だけじゃなくて、債権相続両方をまんべんなく使うといいますかね、もうあっちこっち行ったり来たりできるというね、これぐらいならないと大変だというねところがあります。560条から415条飛んだりとかね、そういうことがもうざらにありますんで、実はまあここパンデクテン方式でやりますけれども、テキスト2に入ってからは一応そのパンデクテン方式を無視した学習を少しやるね、それしないと論文で使えなくなってしまいますんで、ある程度パンデクテン方式に乗りますけれども、パンデクテン方式だけでは勉強しないというね、そういうスタンスは持っておいた方がいいかなとは思います。まあ、とりわけこの5ページの、今四角で囲ってありますね、第3編第1章の債権相続 B、B2 って書いてるかな、それと右側の C5 と書いてますでしょ。この2つを、まあ、鉛筆でぐるっと囲っとったりですね、2つなんか、なんだ線で引っ張って1つの円でぐるっと囲っとくね、それぐらいで、これもよくセットで使うというね、こう思ってください。セットでよく使うというね、こういうまあ一応意識もね、いずれ持っていただくことになりますけれども、まあ今のうちに書いとけば、あ、そういや、あの時こういうこと言ってたのかっていうね、結構連続性が持ってね、忘れにくくもなるんじゃないかなとは思います。はい。第2節の民法の全体図は結構です。全体回した後の総復習に使ってください。この第2節はね、もう民法全部勉強終わった後の総復習に使ってもらったら結構ですので、まあこの段階ではパスというね、そういうことで30ページを一気に飛ぶっていうね、そういう感じになります。はい。34ページまで。はい、もうここからしばらく無視というね、そういう扱いになります。はい、ちなみにですが、あのテキストね、あのできたらインデックスを貼っておくようにね、しておくとよりいいと思います。あの自分で検索するときにね、非常にこう時間かかったらもったいないですので、まあ項目ごととかね、そんな感じでまあ一応タイトルつけたりするのはありかなというね、そんな感じがします。まあ私なんかもね、一応インデックス適宜ね、つけてる感じではありますけれども、まあ自分なりのルールで結構です。で、ある程度まとまりごとと言いますかね、それでいいかなとは思いますけれども、まあ、ここまでのところであれば、例えばね、33ページまでのところかな、そこまでを民法序論とかね、そういう感じのインデックスで置いとくっていうね、それの一つの方法かなとは思います。はい、第3節に入ります。34ページ。はい、民法の指導原理と試験と書いてますので、まあ、ここは民法の原理原則と思っていただいたら結構です。はい、民法の原理原則、ちょっと抽象性の高いね、お話がありますが、民法の様々な原理原則の基礎用語、これを学習していくと思ってください。はい、まあ、ちょっとここも言葉の学習というね、そういう割り切りをしていただいたらよりいいのかなというふうに思います。はい、34ページ、第3節全体 B ランクにしておいてください。はい、で、よく民法の三大原理、と言われるんですけども、学者の先生によって三大原理の密度の内容変わりますんでね、まあ大体日本の三大ほにゃほにゃっていうね、そういうね、その分類というのは大体こう分かれてくるね、人によって違うとね、三大大阪有名なエリアとかね、そういうの言っても多分人によって消化するとこ違うのと同じですね、まあ三大原理言うけども、まあとにかく大事な原理はいくつかあって、その中のまあ代表的なものを三つね、挙げて三大原理ということが多かったりします。はい、とりあえず民法の指導原理で言っていきますと、一番、もうこの中で四つありますんでね、三大原理じゃないじゃないかという、ね、感じになると思いますが、言うとしたら三大原理で、2、3、4で言うことが、まあ、比較的多いかなという気がします。人によっては1、2、3、ね、これで三大原理という人いますけれども、2、3、4で覚えときゃいいかなという、ね、そんな感じがします。はい、とりあえず、丸の2、丸の3、丸の4に解説事項を入れておいてください。所有権絶対の原則から丸の3、私的自治の原則、丸の4、過失責任の原則、まあ、そういうことで3つ、ね、チェック入れておいてもらったらいいでしょう。
はい、2番の遠隔覚えなくて結構で飛ばしてください。から3番のカッコ1、2ですか。カッコの1、もう飛ばしていただいてもいいかな、というね、そんなところではあります。はい。で、まず1つ目の所有権絶対。これは実はね、近代の、まあ、その、市民革命期以降にね、ようやく出来上がった新しい概念だと、まあ、いうところではあります。はい。所有権絶対、文字通りです。カッコの2番タイトルしてくれておいてください。所有権絶対の原則。はい。とりあえずもう言葉の通りで結構です。で、所有権、犯しちゃならないと。こういうことだと思ってください。いいですかね。所有権いうのは、不可侵というね、文字が一行目まず書いてますが、申請まで入れなくていいですね。要は、所有権っていうのは、犯すことができない権利だ。不可侵だっていうね。まあ別にチェック入れたかったら入れても結構ですが、不可侵というね。一応これ原則不可侵。所有している人の所有権を奪うことはできません。例えばですが、これお隣さん同士で喧嘩することよくあるんですよ。ね。一軒家でお隣さん同士がね、仲悪いとあるんですよ。で、相手がお隣の家所有してるとなると、相手の所有権は奪うことができませんのでね、どうしようもないんですね。これお隣さん同士のトラブルって弁護士泣かせとよく言いますけれどもね、非常にこの所有権っていうのは相手が所有している、どないしようもないというね、そういうところがあるんだと思ってください。もう相手が所有している、基本的に不可侵だというね、そういうところがあると思ってください。ただまあ例外も一部ありますけれども、まあ原則犯すことができないというね、こういうものが所有権になります。はい、以上、それだけです。はい、続いて括弧の3番、私的自治の原則ということで、これはちょっとね、言葉の使い方ね、よくよく馴染んでいただくといいと思います。はい、35ページ解説チェック連れておきましょう。私的自治の原則タイトル入れた上で1行目です。自由な意思に基づいて自律的に法律関係形成することができ。で、反面、自由な意思によらなくては権利を取得し義務を忘れることはないという原則と。いうところなんですが、まあ、ここでもいいんですけども、もう少し本質的なところだけピックアップすると、こんな感じです。義務を負担するのは自由な意思に基づいてのみであると。はい、義務を負担するのは自由な意思に基づいてのみである、という理解をまずはした方がいいです。例えば友達からお金を借りました。返す義務が発生しますよね。返す義務が発生するのはなぜですかっていうと、自由な意思で借りると決めたからです。いいでしょうか。自由な意思で意思決定したんであれば、その通りの義務を負担する、これは当たり前だと、こういう意味です。いいでしょうか。義務を負担するのは基本的には自由意思で決めたからだ、こう思っていただいたらいいと思います。売り主がなんでお金、ね、じゃあ、物を渡さなきゃいけないか、自分で売ると決めたからです。いいですかね。自分で決めた以上、義務を負担するのは当然であると、こういう感じです。逆に言うと、自分の意思で望んでないのに義務が発生する、これはないよと、原則ないよと思ってください。いいでしょうか。義務が発生するのは自由意思に基づくというね、これが大原則であると。買い主が代金払わなきゃいけないのはなんで、そう買うと決めたからでしょうと、まあ、いうことでね、自由意志に基づいてのみ義務を負担するというね、こういう意味に捉えておいてください。これから派生して、自分の権利義務は自分で決めれる、こういうふうに派生していきます。自分の権利義務は自分で決めれるとね、契約によって自分の権利、自分の義務、こうやって決めれるんだというね、そういう話に派生していくと、まあ、こう理解しておいてください。はい、ということで4行目続いて解説してくれておいてください。私的自治の原則を具体化したものとして、契約自由の原則と。ということで、どんな契約しようと自由です。ね、この6法ですね。まあ一般的に2500円ぐらいで売ってますけれども、ね、この自分の使ってる6法ですね、あちこちに大事な書き込みをしているんでね、なのでメルカリで5万円で売る自由です。ね、自分で何をね、決めようと基本的には自由だよというね、そういったことを、まあ、して契約自由の原則と。どんな契約結ぼうと自由だよ。もちろん結ばないというね、そういう自由もあると。結ぶ結ばない、それも自由だよ。ね、友達同士契約する自由だよ。ね、男女同士で付き合わない自由だよ。それと一緒です。ね、もう完全に契約自由の原則だというね、自分の意思で決めれるんだというね、これが私的自治だと思ってください。はい、続けて義務が発生する場合の例外として括弧の4番と思っていただくといいと思います。括弧の4番解説しっかりといてください。事故の行為により他人に損害生じたとしても、故意過失がある場合のみ責任を負うとする原則と。で、これを過失責任の原則というね、そんな言い方しますけれども、これ義務が発生する場面として故意過失がある場合、
これは義務が発生することがあると。こう思っとってください。これ、貸し責任の原則そのものは、まあ、ある債権法改正に携わった K 大学のね、S 先生中、ややこしい人がいるんですけどね、その先生にかかるとまだね、違う言い方されることがあるんですけれども、まあ、それはちょっと置いといて、義務が発生する場面として、故意過失がある場合、この場合には賠償義務というね、そういう義務が発生することがあると。まあ、いうことで、そこをですね、故意過失があれば、義務を負うことがあると。こういうふうにね、求めてもらったらいいかなと思います。過失責任の原則。で、基本的に無過失であれば義務を負わないと。こう思ってください。無過失であるならば義務は負わないと。まあ、そういうふうにね、求めてもらってもいいかなとは思います。まあ、他人に怪我をさせた。怪我をさせたのが相手の一方的不注意だと。私に過失はないと。これであれば賠償義務は負担しない。というね、そういうふうに相手にね、義務を負うのは過失があるときだ。というね、こう理解しておいてもらったらいいかなと思います。はい。以上でまずは三原則、人によって三原則の中身は変わるというね、そういうところでありますけども、とりあえず読んで字がわかるね、内容わかるというぐらいにしておいてください。でこの中で言うとやっぱり一番大事なのは私的自治になりますんで、私的自治の原則のまずはね、一番大事な部分は板書しましたんで、義務負担するのは自由意志に基づいてのみというね、そこのところはまずは納得してね、言い換えができるようにしておいてもらえるといいかなと思います。はい。さあ横の2番の指導原理の修正と書いてますけれども、はい、契約自由の原則も実はちょっと修正されてるよみたいな話がありますが、横の2番についてはまああんまりね、深入りしてもしゃあないかなということで、今はパスですね。横の2番全体択一よということで、今は置いといてもらって結構かなと思います。はい。ということで、まあ結構ねよく言われますけども、1番民法の小課とあります。これ実際司法試験でもそうでね、民法の出題が商法の出題に近づいてきているというね、そういうところがあります。これどういうことかというと、条文を探して当てはめるというね、そういう問題が非常に増えてきているというね、そういう傾向です。これ会社法をやるとほとんど条文の問題です。ほとんどが条文引いて条文説明して終わりみたいなね、そんなのが商法なんですけども、民法の出題も改正によって判例が条文になったんで、なのでそのために条文を探せみたいなね、そういう問題になってくるぞということで、まあ民法の学習でも条文引けその練習をね、しっかりとやっておいてください。いいでしょうか。まあ、ここはもうね、別に一番の中身を覚える必要ありませんので、出題傾向としても民法の消化があるというふうに思っていただいたらよりいいかなというね、そんなところではあります。はい、36ページ行きましょう。2番で民法の社会化と書いてますが、まあ、流し読みで結構かなというね、感じがします。はい、契約自由の原則が、まあ、ちょっと適用されないのは何かというと、水道契約です。水道契約は、売り主、市町村ですね、水の売り主市町村ですけども、市町村があんたね反維新だから水売らないとかね、そんなことしたらね人干上がってしまいますんでね、なので、ここは契約自由の原則、水道とかねライフラインですね、水道電気ガスですね、この辺については基本存在しないというふうに思ってもらったらいいだろうとは思います。はい、まあ、その程度で置いときましょう。はい、37ページ試験というふうに書いてますが、まあ、ここはちょっと権利に関する言葉の学習と、こう思ってください。横の1番37ページですが、試験、権利に関する言葉の学習と割り切ってください。横 1A ランクにしますが、まあ、言葉、大事なものだけね、解説チェックを入れるという感じにしましょう。はい、2番、いろんな種類がありますが、カッコの2が最も大事ということで、カッコの2の4種類ね、これはちょっと早めに、まあ、内容がわかるというぐらいにはなっておいてください。はい、カッコの A、解説チェックを入れておきましょう。支配権、権利者の意思だけで権利内容を実現することができる権利で、これを物件が具体例と。はい、支配権、自分の意思だけでというところをねポイントにしておいてください。まあ要は直接的権利ですよね。直接的な権利のことをまあ支配権とも言っていくというところではあるんだけれども、まあそこの具体例は物件であると。まあ一応支配権と聞いたら、あ、物件だなというね、こう理解できるとなおいいかなとは思います。はい、それに対して括弧の B、 請求権、これ人に対する権利と思ってください。解説してくれておきます。請求権、他人に対してあることを請求することができる権利で、イグザンプル債権と。はい、ということで、まあ一応物件か債権かというのがまあ大体の出題でして、ね、100問あれば90問ぐらいはもうこの2つのどっちかになってくるね、そんな感じになるかなとは思います。ただ物件でも債権でもないその他の権利っていうのも一応あるんでね、これ括弧の C、 括弧の D だったりします。括弧の C 一応解説してくれておきましょう。形成権で、これは一方的意思表示により法律関係の変動を生じさせることができる権利で、イグザンプル取消権、解除権と。はい、そこにチェックちょっと入れておきましょう。はい、取消権、解除権は債権でも物件でもないというね、そんな感じでして、はい、まあ、今日もすでに出てますけれども、はい、B が A を騙したと。で、A が B に土地を売ったと。A は取消権が
発生します。はい、96条というのは、まあ別にまあ引かなくて結構ですけれども、騙されて契約したら取り消し権というのが発生すると。さあ、この取り消し権は形成権と言われます。何というと、一方的使用時、つまり A が取り消しますと一方的宣言ですね。一方的宣言によって法律関係の変動、要は契約解消と思ってください。契約がなかったことになると。一方的事情時で契約解消という効果を生じさせるというね、これが形成権と、こう思ってください。はい、一方的事情時、はい、一方的に契約をなしにできるというね、こういう権利がまあ形成権と。はい、なので、要は B が嫌だって言っても関係ないです。いいですかね。もう A さんの意思だけで決めれるということで、まあどっちかというと物件に近いぐらいのね、強力な権利ということにはなりますけれども、ここは形成権一方的にできるというね、これを理解しておいてください。相手が嫌だって言っても関係ねえと、お前の意思は関係ねえと、まあ、いうふうに跳ねのける。で、一方的になしにできる。解除も一緒。解除も一方的になしにできるというね、そういうものになりますが、取り消しと解除はどう違うかな、また解除のところでやりますんで、まあ今のところはもう取り消し、ね、詐欺とかそういう場面で使うと、まあ、いうふうに思ってもらったら、まずはいいかなとは思います。はい。ということで、まあとりあえず一方的にやるね、権利のことを取り消し権、解除権などの形成権と、こういうふうに呼んでいきます。はい。残念ながら離婚は一方的にはできませんので、ね、まずはね、離婚についても基本的には契約破棄の合意ですね、離婚合意ですね、これをやって別れるというのが原則でして、まあそこのところはね、まあ契約、離婚も契約である、ね、婚姻も契約であるというね、そういうふうに求めてもらってもいいかなとは思います。はい、さあ、過去ので公弁権のところでありますけれども、これは民訴やればよりクリアになってくるとは思いますが、今のところは公弁権はまあ反論権と求めてもらったら結構です。今のうちはね、公弁権ときたらまあ反論権と、反論する権利と思ってください。はい、例えばということで、何でもいいや、 A が B に物を売ったと思ってください。で、 A から B に代金請求が来た。皆さん B やったら何言いたいです？代金払えと。まだ物もらってないとしたら、物と同時だと言いたくなりますよね。物を渡せやこらと、金だけ請求するなよということで、物と同時だと、まあ物ちょっと言い換えますけども、引き渡しと同時と、これ同時履行の公弁権という言い方をします。533。こういうふうな公弁権というね、もの、反論権と思ってください。引き渡しと同時だというね、そういうのがあったりします。まあ別に今すぐ覚えなくても結構ですよ。公弁権の一例として同時履行の公弁権があるというね、そこまで納得できたらそれで OK で、どういう時に使うかっていうのはまた契約法に入ってから学習しますんで、まあ今の段階では、あ、こういうのを反論権、公弁権というのかと、ね、こう思ってください。代金払いに対して、いや、引き渡しと同時だというね、こういう反論ができると。まあこういうね、お話が公弁権の一例と、こうなります。はい、その他もまあ公弁権いろいろありますけれども、まあ公弁というね、その言葉のまあ意味については民訴でがっつりとやりますんで、今の段階では反論権というふうに整理しておいてもらったらまずは OK です。はい、以上でいいでしょう。括弧1から括弧の3番、まあ、ここは択一で覚えてもらったら大丈夫ですので、括弧1と括弧の3、今のところはもうパスというね、そういう扱いでも全然 OK かなと思います。はい、だから括弧の中の管理権も気にしないね、管理権も気にしないというね、そういう感じで OK だろうと思います。さあ、ここからようやく民法の事例問題の検討がちょこちょこっと入ってきます。はい、横の2番以下ですね、試験の公共性とありますが、まず1番気にしないでください。公共の福祉は憲法の話ですんで、1番については気にしないで結構です。で、2番、審議則。これはよくよくね、論文でもまあ、頭はよぎるというね、そういうことはあると思います。はい、2番、A ランクにはしといてください。はい、2番については A ランクにはしといてください。はい、審議則ということで、まあ、せっかくなんで条文を読んどきましょうということで、民法の1条ですね、ちょっと引いていってください。民法の1条の2項になりますが、はい、6本持ってる方ね、審議則の1条の2項を、はい、ものすごく抽象性高いので、使い方注意です。
はい、1条2項。権利の行使、義務の履行は、真偽に従い誠実に行わなければならないというふうに書いてありますけどね。何を言いたいのか、ね、具体的にどんな場面で使うのか、イメージできた方はすごいです、ね。むしろこれ具体的な場面が想定できないっていうね、それぐらいに抽象性の高い条文ということにはなります。まあ、ただ一応一般的に言われるのは、権利の行使、義務の履行と書いてますよね。これ要は、契約を実現する。例えば、代金払います。義務の履行ですね。代金払うときに誠実にということで、例えば札束投げつけるとかね、そういうのは絶対ダメよと。言い方はそういうことです。いいでしょうか。から代金取り立てる権利の行使ね。代金取り立てるときに、払わんかいボケやろうと。ね、払わんかったら何個に埋めるよとかね、そんなこと言ったらこれ権利の乱用だとね、権利行使やりすぎというね、そういうことになっていきます。はい。ということで、まあ一応権利の行使、義務の履行と書いてますけれども、要はまあ一応なんていうかな、契約したものを履行するというね、その場面で、まあ誠実にやりましょうねという、ただそれだけのお話というふうに一般的にはまず理解しておいてもらって結構です。ただ、具体的に適用する場面が、2週目でまとめて学習できますんでね。今の段階はとりあえずは、まあ、契約の履行の場面でよく使うんだろうなというぐらいに思っててもらったら十分です。はい。まあ、とりあえず抽象性高いので、審議則1条2項、ここにあると。それだけまずは押さえておいてください。1条2項審議則というね、そこのところを押さえる方がまあ大事かなという気がします。はい。とりあえず解説チェックを2番括弧の字に入れときましょう。1条2項。で、2行目真ん中の審議則。で、当該具体的事情のもとにおいて、相互に相手方から一般に期待される信頼、裏切ることのないよう、誠意持って行動すべきという原則と。まあ、誠意持って行動というね、そういったことをね、審議則では言いますけれども、具体的にどんな場面で誠意があって、誠意がないってね、その辺の判断簡単ではないのでね、まあ、基本的にこの審議則は、原則使わないと思っておいてください。いいでしょうか。論文では原則使わないと。もう、決められた場面だけで使うと。こう思ってください。ね、審議則の、なんていうかな、乱発は非常に印象を悪くしますんでね。審議則はもう、これはもうね、基本的には、具体例のその下、括弧の3があるんですけれども、括弧の3の場面以外では使わないぐらいにね、ちょっと慎重に持ってもらったら結構です。で、括弧の3番は、全部今やってもさっぱりちんぷんかんぷんっていうね、内容ですので、括弧の3は2週目に置いときますけれども、まあ、たまに、こっから先、出てくるとしたら39ページで括弧 C の E 金半減の原則と書いてあります。これ民法の初めの方にちょこちょこと出てきましてね、かつて言ったことと違うことを言うなと、これ審議則です。要は嘘を言うなみたいな感じですね。今まで言ってきたこととひっくり返す、手のひら返しの禁止と、こう思ってください。ね、今まで売るよ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 というふうな行動をずっとしてきたにもかかわらず、やっぱ売らないとかね、そういうのはこれは金半減みたいなね、そんな感じで言っていくことがあったりします。ただまあそれぐらいです。金半減ぐらいが一番使うかなっていうね、それぐらいでして、まあ今まで言ってきたことと反することを言うのを禁ずる、いいですかね。反することを言うのを禁ずる。金半減というね、項目を取ってください。まあ、いずれまたね、出てくると思いますので、出てきた時にそれぞれ押さえとけば結構で、今のところは、審議則の典型例、金半減と、まあ、いうふうに思っててもらったら、それでいいだろうと思います。はい。それよりもう少し、使う場面が増えるかもしれません。40ページ3番です。権利乱用の禁止ということで、40ページの3番は、またこれも A ランクにしときましょう。はい。で、これこそが、論文でちょこちょこ聞かれうるんですけれども、まさに権利乱用を乱用するというね、そういった場面がよくよく起こりますので、まあ、権利乱用も乱用禁止というふうにはね、一応持っておいてください。さっきの審議則と一緒で、乱発しないようにというね、その注意は持っておきましょう。はい、ただし1条3項、これはよくよくね、論文ではもう最後の最後に使うというね、可能性があると持っておきましょう。はい、1条3項。権利の乱用はこれを許さない。と書いてますけれども、要件、権利乱用です。許さない、イコール、権利、行使できない。ぐらいに持ってってもらったら結構です。いいでしょうか。要件、権利乱用。効果、許さない。行使できない。ってことは、どんな場面で使うというと、請求に対する実は反論で使います。可能性としてね。権利行使をしてきた相手が、それに対して、お前、乱用だから許さない。というね、そういう感じで、どっちかというと反論で使うというね、そういうことが比較的多いのかなというのが、この権利乱用だと思っとってください。はい、結構まあ、このね、権利乱用は反論で使うというね、そういう場面が、まあ、結構目立つかなというね、ところがあります。はい、3番、括弧1、解説事項入れておきましょうか。1条3項。で、1行目の末です。権利乱用の禁止。で、外形上は正当な権利行使のように見えるが、
具体的実質的に見ると権利の社会性に反し、権利行使として是認することが妥当でない行為を禁止することと。まあ抽象性高いですね。一見正当でも具体的に見たら不当、こんな感じです。一見正当でも具体的に見たらダメというね、これがまあ権利乱用だと思ってください。で、権利乱用のまあ一応当たるかどうかの判断基準、括弧の2番ね、乱用に当たるかどうかのまあ判断基準は一応よく使いますが、二側面から見ます。何かというと、行為者の頭の中、主観と言います。頭の中身、主観、一行目後半、ね、主観的対応、後ほどまだ返してくれますけども、まあ、先に鉛筆でぐるっと囲っとってもですね、主観的対応外意などと書いてますが、頭の中身がどうだったかというのと、外に現れた状態、これを2行目末ですけども、客観的基準ね、客観的イコール頭の外の、まあ、外形的な事情と思ってもらったら結構です。内心と外形、その2面から判断すると、こう思ってください。乱用か否かは頭の中身どうだったかから、外形的に見てどういうふうなものと言えるかというね、外から見てどう言えるかということで、中と外というね、そういうまあ一応繰り、なんていうかな、切り分けをすると、こう思っていただくといいかなと思います。はい、とりあえず要件、判断基準ですね、ちょっと両方に着目できるといいです。内心と外形と思ってください。はい、括弧の2番、書き出しからチェック入れます。権利乱用の有無の判断基準、権利を行使する者の主観的対応外意などと、2行目、行使される権利が社会的機能から見て保護に値するか否かという客観的基準、まああまりここ強調するあれなんで、外形的に見るという、それぐらいにも取ってください。で、4行目、両者を考慮する。はい、そんな感じにしとけばいいかなと思います。まあ、判例はどっちかというと主観と外形両方からというね、そういうことでよく判例使います。諸般の事情を総合考慮というね、そういう言葉はよく使いますんでね、諸般の事情を総合考慮するというね、そういうふうなことで、まあ様々な事情から総合的に見るというね、こう思っててもらったらそれで OK だろうと思います。さあ、練習問題やりましょう。うなずき温泉事件と書いてありますね。うなずき温泉ということで、まあこれは富山のあたりやったかな、北陸のあたりにある温泉でありますけれども、そこで起きたね、判例の事案になります。まあ実際これ駅ありますんでね、興味ある方はぜひね、なんか、新幹線やったかな、新幹線の駅で確かありますんで、よかったらそこのね、近くね、実際温泉行ってみてね、そこで、巡ってみたい、巡ってもらってもいいかなというね、ところであります。はい、温泉、事案問題チェックちょっと入れときましょうか。問題チェックをね、ちょっとしといてください。これは復習の時も頭を使うということで、どこで出てくるかなっていうの考えながらやりましょう。はい、事案1行目から問題チェックを入れといてください。 X はうなずき温泉経営する Y 会社が他人の土地2坪ほどをかすめて飲酒館設けているのに目をつけ、その土地を買い受けて Y に不当に高額な買取を要求したが拒否された。そこで X が Y に対し飲酒館の撤去を請求したと。はい、ということで、まあ、図を描くかどうかはまあ自由ではありますけれども、はい、はい、Y がとりあえず温泉旅館を経営していると思ってください。で、この温泉旅館を経由してるんですが、はい、温泉源のところにパイプを通す際にちょっと間違って他人の土地をかすめてしまったんです。いいでしょうか。2坪と書いてますね。2坪 6.6 平米です。2メーター ×3 メーターぐらいと、こう思ってください。で、場所どこ？うなずき温泉という山の中ですわ。山の中だと怒られるかもしれませんけどね、とりあえずまあ田舎の方と思ってください。田舎の山林の2坪なんぼのもんやねんって感じしません？いいですかね。都会の2坪であればそれだけで運100万という、ね、可能性ありますけれども、山林の2坪はね、二足三門です、まさにね、それぐらいの土地で、ね、あるんですけれども、悪いやつですな。目をつけてここの土地部分です。A さんから X が買い取ったんですね。いいですかね。買い取ったんです。わざわざ。で、この部分、買い取ってちょうだいというふうに Y に言ったら断られたということで、何したかというと、飲酒館の撤去。
管の撤去請求ですね。さあ、どんな請求ですか、これは。原告の請求として、物件債権どっち、物件でしょうね、所有権に基づく管土経路妨害排除と思ってください。いいでしょうか。これ請求、原告の請求は所有権に基づく妨害排除請求です。はい、債権的請求じゃありません。 XY の間に特に契約はありませんので、債権的請求はまず契約あるかどうかというチェックをまずはしていくと。契約なければ債権的請求よりは物件的請求の可能性があると。でも債権の可能性ももちろんありますけどね、とりあえず契約じゃないので物件の方じゃないかなという当たりをつけても結構でしょう。で、妨害排除請求要件は原告所有と被告妨害ですね。ここの部分どうですか。 X の所有する土地に現状なってますね。 X 所有ありますね。Y が確かに2坪ほどかすめているということで妨害もあるということで、妨害排除請求認められてしまいそうな状況にあります。いいでしょうか。はい、さあ Y としてはどうしたい。 Y の反論ですね。反論の時に私、右から左に矢印をつけます。反論、になりますね。これね、あんたの土地であることは間違いないと、妨害してるのも間違いないということなんでね、これなんか反論あるかと、とうなった結果、最後ね、これだと、権利乱用だということで、あんたの権利行使は不当だ、だから認められない、こういう反論をしていくと、こう思ってください。で、乱用に当たるかどうかは頭の中と外形的事情とに分けて分析しようと。頭の中身に着目すると、わざわざここがかすめてるのに目をつけて高値で売りつけようと思って買い取ったというね、悪性の強い内心。さらにわざわざ2坪です、わずか山林の2坪という経済的価値として見たら微々たるものに過ぎないわけで、この権利行使の価値としてはまあ本当にマイナスしかないですね。いいですかね。これ管わざわざここでプチッと切るわけにいきませんからね。移設しようと思えば移設するでまた金はかかるしね、そういうことで、まあ、この権利行使によってマイナスがものすごく出るというところも踏まえると、これは乱用だと、こう見ていただいたらいいと思います。いいでしょうか、ね、内心面、外形面、売りつけるため、ね、別に使うつもりじゃないんですよ。これね、言い換えると所有権って本来は使用収益処分でしょう。自分で使う、自分で収益上げると、まあそういうのが本来なんだけども、高値で売りつけるというちょっと所有権のあり方としてどうなのというね、正当価格で売るだったらいいですよ、処分だから。高値で売るだから処分権限の行使としてもおかしいと、こういう言い方はできます。でさらにこれ撤去されようものなら温泉がパーです。値段としてもめちゃくちゃ価値の低い土地、費用だけ出る、はい、ということでこれらを総合すると権利乱用と言うべきであると、まあ、こんな当てはめができるのかなというふうに思います。はい、まあ、当てはめの仕方なんかもね、だんだんと慣れてもらったらいいかなと思います。そのね、実際の事例にどういうふうに当てはめるかっていうところは、まあ、実際に練習をね重ねていくしかないのかなというところでありますけれども、まあ、事実端的にちょっと拾ってみるといいですね。内心でよからぬ内心、ここだとね、ピックアップ、ね、端的にピックアップすると、売りつけるためという内心であると。これは要は正当価格で処分するのと違いまして、ね、高値で相手に迷惑かけるという意思に他ならないというね、そんな感じになります。外形、旗から見てどうか、ね、外部の目線で見てどうかというね、そんなところで、外から見るとマイナスでかいというね、その辺は結構直感が大事ですので、皆さんもね、直感を養うというね、そのあたりやってみるといいです。で、直感が思いつかなければ一つあるのが、当事者から、あるいは一般人から見て
どう受け取れるか、これ考えてもらうとね、実は当てはめがすごく充実します。どう受け取れるか、はい、どう受け取れますか。この陰湯管の撤去、総合的に見て、ね、わずか2坪撤去するのにめちゃくちゃ金かかるやんというふうに受け取れます。温泉旅館経営続行が難しくなる、ね、害悪が大きいというふうに受け取れるとかね、まあ、その辺受け取れ方自由なんで、ここの受け取れ方これじゃないとダメってのはないのでね、なのでむしろこの一般人から見てどう受け取れるかっていうのをちょっと考えるという訓練ね、これもすごく当てはめの際には重要になってくるかなというところになります。まあおのずとそのうち、ね、107回の入門講座の中でマスターできていただいたらそれでいいかなというふうに思ってください。はい、まだ民法皆さん1回目ですね、1回目のまだ後半ですんでね、こんなもんねできるようになるのかどうか心配だと、できるようになりますから大丈夫ね、何度も何度も同じように考えていけばね、そのうち身についてきますんで、まあ、慌てず焦らずゆっくりと、ね、マスターをちょっと一つずつ、ね、やってもらえたらそれでいいと思います。はい、それぐらいにしておきましょうか。その下の25年の 4.9 という判例が上がってますけれども、これ2週目にします。2週目でちょっと時間ないのでパスするかもしれませんが、まあ悪いやっちゃなっていうのが分かったらいいですね。この事案を、もしね、復習の時読みたい方は、まあ、X ひどいやっちゃと、ね、そういうふうなものを、まあ、感じ取ってもらえたらそれでいいだろうとは思います。はい、41ページ行きましょうか。効果。まあ、ここには当事者の言い方ですね。当事者の主張につながっていきますが、括弧の A であることが通常でしょう。括弧の A に解説してくれておきましょう。権利本来の効力認められないと。はい、権利行使を妨げる。どっちかというと、これ、公弁権。というね、そういう使い方になるのかなと思いますね。相手の権利行使を妨げるというね、公弁権というね、そういう使い方になるのかなとは思います。はい、権利乱用の公弁というね、そんな言い方で、まあ、使っていくことが多いかとは思います。はい、もちろん、やりすぎたら別の請求もあり得ます。はい、Y からすると、X に何か請求したいことありません？こんな嫌がらせされて。あんたのやってること不法行為だから賠償請求中ね。その可能性は、別に発生すると、こう思ってください。ね、Y の立場で考えたら、今度は Y から積極的に攻撃仕掛けると。これは十分あり得る話かなと思ってください。括弧の B、まあ、一応解説してくれといてください。正当な範囲逸脱して他人に損害を与えたとき、不法行為でちょっと飛んで損害賠償を命ずられる場合があると。はい、それぐらいでいいかなと思います。はい、カッコの C は択一用ということで、まあ、ここだけランクを C に下げておいてもらっても結構ですね。カッコの C だけ C ランクに下げておいてもらっても結構です。はい、ということではありますが、権利ラインについての最後の注意点ですね。米印に書いてまして、あえて書いてあります。解説チェックを入れときましょう。権利乱用の禁止は一般情報、要件も不明確なので、民法その他の条文のなどによる救済不可能な場合に、補充的に最後の手段として使うべきと。補充的に最後の手段として使っておいてください、ね。ここのところのまあ考え方ですけどもね、権利乱用の乱用本当にね、やっちゃう方多いのでね、もうなんか思いついたら権利乱用とかね、なんか思いついたら審議則とかね、飛びついたらね、これ結構評価下がりますんで、まずはこれ大事なのは、原告の請求、被告の反論というのをちゃんと考えるんです。ね、原告の請求こうだ、あ、これ要件満たされるなと。で、被告の反論、特になさそうに思えるけれどもということで審議則と。ね、他に反論がないよということをちゃんと説明した上で権利乱用に入るというふうなね、そんな順番を持っていただくといいと思います。権利乱用に入るときには被告の反論としては、特段この物件的請求に対して優位な反論見当たらないようにも思えると。しかし以下の事情から権利乱用として否定するべきであると、まあ、いうふうなね、論の進め方というのが考えれるかなとは思います。はい、とりあえずまあ権利乱用を言うときには他の主張が認められない、そういったことをまず前提にして、で、他の最後の反論というね、そういう書き方をなおもしておくとよりいいと思います。はい、ということで権利乱用以上にしておきましょう。はい、42ページの4番、試験の実現と書いてありますけども、タイトルと中身がずれます。ね、4番については中身の方が大事でしてね、4番中身は A ランクにしといてください。はい、4行目から返してくれといてもらったらいいかなと思います。4番の4行目返してくれといてください。自分の力で権利内容を実現する、いわゆる自力救済。で、5行目ます。は原則として許されないと。で、これを認めると社会の秩序を保たれないからと。はい、ちょっと抽象された家具書いてありますけれども、まあ、のび太とジャイアン想像すれば分かりやすいです、ね。例えばジャイアンがのび太にお金貸したと、でのび太がお金返さないと、もし自力救済許されたらどうなると、
かなり過激なことがね、行われそうな感じがしますよね。もうボコボコで締め上げてとかね、そういうことがあったりとか、あるいはのび太の大事な財産ね、ドラえもん借りていくぞとかね、その話なりかねないわけで、まあここはまあ世の中乱れますというね、こういうことで毛に乱用、自力救済できないよと、こういうふうに思っとってください。はい。とりあえずここまでが、一応民法の総則的なね、話でありますけれども、まあ原理原則論かな、34ページから後ですね、原理原則に関するお話で、まあ三原則と、それから新規則、権利乱用というね、まあ一般的な原理原則に関するお話がここまでというふうに思ってください。はい、ここからちょっとまたテーマ変わります。第2章のところは試験の主体ということで、まあここはね、人に関する学習とこう思ってください。第2章全体ですけどもね、権利の主体は人です、ね。人間、生身の人間か、あるいは生身の人間が作った組織としての法人ですね。生身の人間か法人か、これが主体と、こう思ってください。まあ一応最近ではね、ペットにも主権をっちゅうね、そんなことをまあ考える人がいますけれどもね、まあ確かに可愛い可愛いね、もしまるくんになんとかね、なんかこうね、検事の主体認めてあげるとあってもいいかなという気はせんでもないですけれども、まあ一応ここ、物は物、人は人ということでね、ちょっと割り切っておいてください。はい、とりあえず第一節、自然人と書いてますが、第一節の横一横にはダブル A に上げておいてください。はい、ちょっとここ言葉の学習でありますが、まあ一応権利義務の主体、ね、生身の人間と法人というね、そういうふうにまあ一応思ってください。はい、横一書き出しから返してくれときましょう。権利義務の主体となり得る地位資格のことを権利能力と言います。で、三行目。権利能力有する者を人と言い、民法上人には自然人と法人があると。で、横の二番、一行目真ん中に続けましょう。人間は生きている間は全て権利能力者。で、二行目の末、たとえ赤ん坊であっても、両親の財産相続することなどにより、土地の所有権、人に対する債権、有することが認められると。はい、ということで、一応、権利能力というね、これは生身の人間であれば誰しも認められるというね、こういうふうに持っておきましょう。自然人なので、もう生まれてから死ぬまでずっとというね、そんな感じを持っておくといいでしょう。で、さらに、法人というものも認められるというね、こういう頭の整理をしておいてください。はい、ただし、2歳の子供が土地の所有者、まああるかもしれませんけどね、そういう子供に対して悪い大人出てきそうですね。何々ちゃん何々ちゃんとね、君が持ってる土地いいねと、この悪いおじさんが持ってるアメンコと交換しないかとかね、そういうことでアメ玉と土地の交換とかね、これはちょっとやったらまずいなというね、感じがしてきます。なので生身の人間でも保護すべきものは保護しなきゃということで、権利能力以外の概念、これが生まれてきます。で、第2段落にしかし以下、解説して伸ばしておいてください。権利能力が認められるものであっても、その者がした行為の効果が全てその者に帰属することが妥当でない場合があると。例えば、未だ3歳の子に、満たない子供が両親から相続した土地を仲のいい友達にあげると言っても、それを贈与としてそのまま認めることは妥当でないと。で、次の行の真ん中、青文字です。権利能力の他に、意思能力 3-2 や行為能力が必要とされていると。ということで、自然人に関しては能力ですね、これが一応必要だというふうに言われます。で、一応3つの能力ですね、これをまあサクッと整理しておくといいかなと思います。能力として必要なもの、権利能力、意思能力、行為能力と。はい、一応権利能力、意思能力、行為能力というね、とりあえず3つの能力が必要だというふうに考えられています。で、ここまでだったらんなもんどこの教科書にも書いてあるわと、ね、呼び込んくるような必要は別にないじゃないかということになりますので、もう少しこの能力というのを主張反論でどう使うということまでね、合わせて勉強しておいた方がいいかなというふうに思います。で、この能力という制度なんですけれども、おおむね2つの場面で問題になってくるかなと、こう思ってください。1つ目なんですけれども、はい、能力がない。契約の効力否定して返還請求など、これをする場面で使っていくと、これ一つの場面と思っておくといいでしょう。
はい、条文番号も一応入れておきます、ね、いずれ皆さんも論文で引くことになると思いますので、能力なし、これを理由に返還請求するというね。例えばさっきの事案でいくと、3歳の子供がお友達に土地を贈与したというときにね、いやいやいや、意思能力がないから契約無効なので返してねと、こう言えるんですな。いいですかね。能力の不存在を理由に返還請求、こちらに入っていくというね、こういうこともまあ起こりうると、こう思ってください。このために能力という制度を使っていくということは十分ありえます。それともう一個は、能力なし、契約上の請求を拒むというね、こういう使い方もありえます。契約上の請求を拒むと、はい、先ほどの3歳の子供でいきましょうか。友達が私にくれると言ったよねということで、贈与に基づく引き渡し請求とやってきたと。それに対していやいや、行為能力ないからとかね、意思能力ないからということで拒否するというね、契約の履行の拒否というね、この使い方もありますので、まあ、とりあえず能力に関する使い方ですね、これは返還請求とか拒否ですね、この形で使っていくと、こう理解しておくといいかなとは思います。はい、ということで、まあいずれ馴染んでいくと思いますが、この能力という制度は返還請求の場面とか、あるいは拒否する場面ですね、そこでよくよく使っていくぞというね、項目を取ってください。はい、さあ一個一個、権利能力、行為能力、意思能力ですね、中身を見ていくことにしましょうか。はい、まず第一巻の権利能力のところに入っていこうかなと思いますが、まあ権利能力の言葉ね、すでにもう解説チェックを入れてますので、あとは中身ね、もう少し深めていこうというようなところになります。はい、第一巻に関しての横一ですね、まあここも WA にはしておきましょうか。はい、意味、まあ、すでに解説チェック入れたところではあるので、そこはもう繰り返しになりますけれども、一応青文字ね、解説チェックは入れておいてください。権利能力とは、司法上の権利義務の帰属主体となる地位資格と。はい、権利義務の帰属主体というね、この言葉だんだんとね、馴染んでもらえると嬉しいなと思いますけれども、まあ、権利や義務を保有できる地位ね、権利や義務を保有できる地位ね、生身の人間にはありますね、ペットの猫ちゃんにはありませんというね、そんなところでも取ってくださいね。生身の人間だからこそ一応権利義務の保有、これが可能なんだというふうに理解しておきましょう。はい、その他の段落飛ばしてしまって OK です。はい、43ページいきましょうか。権利能力の指揮ということで、まあちょっと出にくいかなということで B ランクに落としておきましょうか。はい、権利能力の指揮、始め、始まりです。3条を民法ちょっと確認しましょうかね。はい、3条、はい、3条のところから民法の、まあ、能力、権利能力に関する、ね、条文が上がってきます。はい、まあ、条文の前にタイトルがついてましてね、第1節権利能力とあって、で次3の2のところには意思能力とあって、次で最後に行為能力とありますんでね、まあ、能力3種類ですね、ここ何だったっけと忘れた方は3条から条文引いてくださいね、それで3つの能力は思い出せるだろうというふうになると思います。はい、3条1個、試験の共有は出生に始まると。まあかなりちょっと文語体的な、ね、表現になっておりまして、まあこれもね、古い民法の時代からこういう表現ね、ずっと来ているところであります。試験の共有、出世に始まるね、これずっと前からね、こんな条文でずっと来ているというね、そんなところであります。はい、出世という言葉が権利能力の開始、これになりますね。じゃあ出世って何というところでしてね、出世という言葉の意味、これは刑法と民法でちょっとずれますね。一応刑法だと一部でも体が出てきた段階で出生と見ますけれども、民法では完全に出てきたところとね、そういうふうにまあ一応考えておくということで、ちょっとね、ここは意味が刑法民法で変わるよというところではあったりします。はい、縦1の原則に解説チェックを入れておきましょうか。自然人は出生時から権利能力を取得する3条1項と。で、次の行ですが、出生とは生きて母体から完全に分離すること。という、まあ、そういう説明をします。はい、生きて分離して初めて独立の主体ですね。これ独立の主体というところが意味があると、ね、まだ一部、お母さんの一部という状態では独立の主体として認める意味が少ないけれどもね、独立の主体と言えるのは分離したところからというね、そういうふうに考えていきます。はい、まあ理由の丸の2にも書いてありますけどね、独立の存在、まあ、キーワード独立というね、そこになってくるかなとは思います。はい、ただしこれ
生きて分離するところが出生になるわけですけれども、これが、ね、ちょっとしたタイミングで権利能力なしというのはちょっとかわいそうなんでね、例えばこんな場合を想像します。はい、とりあえずまだ現状4人家族になってない、ね、もうすぐ4人家族というね、こういう状況にあったと思ってください。はい、でちょっと不慮の事故により、お父ちゃんが亡くなって相続が起きます。この時にまだ生まれてなかった B、 後で生まれたということで丸に出生にします。これ相続できると思います？時間の順番で考えたら亡くなった時点では生まれてないのでね、相続できないっていうのが原則になりそうです。いいでしょうか。3条1項からするとこれ相続できないっていう話になりそうなんですが、ただこれがごく 0.1 秒のタッチの差だったと思ってください。お父さんが ICU に入ってて息が途絶えてしまうのと赤ちゃんが生まれてくるのがほんのタッチの差だったと、これで相続できないってなんか納得いきませんよね。いいですね。このタッチの差で納得いかないという結果はやっぱり不合理だということで、はい、一定の場合には相続かというふうにした方がいいよねということになります。はい、ということで、まあここね、タッチの差でというね、これがちょっと気の毒なのでというのが、まあ背景にある趣旨とこう思ってください。はい、2番例外胎児の法律上の地ということで、一定の場合3つの場合だけは相続、まあ可能な相続可能というかね、一応生まれた扱いでやっていくということになります。2番括弧の1に解説事項ちょっと入れておいてください。胎児はまだ人ではない、権利能力有しないのが原則と、しかしやがて人となることが予想されながら生まれるのがわずかに遅いという単なる偶然によって一切の権利否定されるというのは均衡を失すると。で4条目、民法は以下の3つの場合に胎児も出生したものとみなすことにして例外的に胎児の権利能力を肯定と。で3つの場面、1、2、3とあります。返してくれておきます。不法行為に基づく損害賠償請求721、相続886、遺贈965と、この3つの場合には生まれたものに扱う、同視する、ね、生まれたものと同視するというね、そういう扱いをしているとこう思ってください。はい、1つ目の不法行為に基づく損害賠償請求権と書いてますけれども、これ例えばですね、この不慮の事故、お父さん亡くなったね、事故の原因が例えば人の加害行為によると、ね、誰かから殺されたとかね、その時には殺人鬼といったら怒られるな、殺した犯人ですねに対する不法行為請求権あるんですが、その不法行為に対する請求権をこの胎児の B、行使することは可能だということになります。まあ、そういう感じね。だから相続の場面でももちろん、ね、B は生まれた扱いで考えていくと。これからね、遺贈ができるということで、これ遺贈要は遺言です。遺言で胎児にあげる。これ大丈夫というね、そういう形になっていくと思ってください。いいでしょうか。遺贈はこれ、まあ、遺言による、まあ、処分と思っていただいたら結構ですが、まあ、遺言の中で胎児にあげるというね、この子生まれてきたらあげるみたいなね、そういうのももちろん有効だというふうに考えていると思ってください。はい。ただ問題は、はい、条文なんですけれども、生まれたものとみなすというね、そういうふうな、まあ、文言ではあるんですけれども、はい、まだ胎児なのでね、今の医学であればそんなに死産という可能性はそれほど考えなくていいのかもしれませんけども、やっぱり何があるかわからないんでね、これ万が一生まれてこなかったらどうするという問題があります。でこれが括弧の2番の問題式につながってくるとこう思ってください。はい、一応ここね、生まれてこなかったらどうするっちゅうね、その辺の話との関連もありますし、あとすいません、生まれてこなかった場合、どうするというのももちろんですし、もう一点、胎児の間に
母は何かできるか。はい、生まれてきたものとみなすとは書いてるんだけどね。なんかできるのとお母ちゃん、あるいはお父ちゃん。はい、このあたりが括弧の3番、括弧の2番の問題意識になっていきます。はい、で一応括弧の2番の問題の所在と書いてありますが、書き出しのところは解説チェックで結構です。条文の説明になりますのでね、問題の所在のところではありますが、ここの4行は解説チェックをちょっと入れといてください。解説チェック丸の1から入れておきます。胎児が出生すれば体重の事件について主体として損害賠償請求でき、また胎児中に死亡した非相続人の財産を相続し、あるいは遺贈を受けることができ、死産の場合には損害賠償請求できず、また相続することも遺贈を受けることもできないという点については争いはないということで、生まれてきたらできる、生まれてこなかったらできない、ここまではいいんです。じゃあ次のページ問題チェックを入れておきましょうか。はい、ではの後に問題チェックを入れておきます。では胎児の間に母が胎児を代理して損害賠償請求や次男遺産分割などをすることができるかと。ということで、生まれたものとみなすということからすると、相続を起きました、相続すると何やるかというと遺産分割というのをやります。相続の場面ね、遺言があれば遺言に従う、遺言なければ遺産分割という、まあ、これまた相続法でやりますけどね、遺産の話し合いでの分け方、ね、これを決めなきゃいけないんです。で、話し合うとしてもお母ちゃん A、B 話し合いできないですよね。胎児 B 誰がやるって言ったら、それはお母ちゃんが代理するということになるんだろうけども、代理して遺産分割っていうのができるのかっていう話になるのがこれだと、こう思ってください。胎児の間に何かできるか、具体的に想定しているのは遺産分割とかね、そういった話ができるんですかというね、こういう問題意識を持っておきましょう。はい、でここ考え方が2通り分かれてきます。はい、生まれたものとみなすとね書いてますね。ちょっとここからはよいしょ、時系列これを作りますので、また違う図にしておくといいと思いますが、胎児の間、生まれてくるまでの間の話です。はい、3つの場合生まれたとみなすんですよね。この間いいですかね、3つの場合生まれたとみなすと、こうするんですよね。3つの場合に生まれたものとみなすとされるんです。完全な権利能力者という扱いなのかなと、この間も。これ一つの考え方です。もう生まれたという扱いで、もう完全な権利能力者として扱って、出世しなかったらなかったことにしようと。一応胎児として生きている間、まあ生きているとちょっとなんか日本語としてちょっと矛盾をはらんでる感じもするんでもないですけども、一応生まれたものとみなすイコール完全な権利能力者と同等に考えると。これ一つの考え方になります。で、亡くなって生まれてきたら遡ってなかったことにすると。これ一つのやり方なんですね。原則権利能力ありみたいな、そういう扱いにするかどうか、こういうことです。逆に出世することが条件という権利能力者、不完全な状態と、はい、考え方としてはこれ2通り出てくるんですね。まあもちろん
学者さんの手にかかれば2つどころか3つ4つ5つ6つと出てきそうだところでありますけども、それ以上やっても仕方がないので、まあ、とりあえず代表的な2つでいきましょうか。完全な権利能力者と見るのか、まだ権利能力者ではなくて出世が条件だと、生まれてきたら遡ってあったことにしようというふうなものの見方ね。でこれはまだ条件期限というのを学習してないので、まだねちょっと不完全な感じではありますけれども、まあ一応イメージとしてはこの胎児の間も有効な権利能力者という扱いなのか、それとも生まれてきて初めて遡ってバックフィードするというふうな、そういう話なのか、さあどっちだということで44ページ、はい、問題チェックをね、さらに入れときましょうか。はい、問題チェック44ページ、すなわちの後に問題チェックを入れておいてください。すで、に生まれたものとみなすとは、胎児中権利能力ないが、ただ無事生まれてくると胎児の時に遡って権利能力があったものとして扱うという意味なのか、丸のに胎児中でも生まれたものとみなされる範囲ではいわば、で次の量、権利能力があり死産の場合には胎児中まで遡って権利能力なかったものとして扱うという意味なのか、ということで、まあ違いとしては原則権利能力ありと見るのか、原則権利能力なしと見るのかの違いです。いいでしょうか。原則ありと見るか原則なしと見るかというね、その違いだと思ってください。でここをまあ条件学習した後であれば停止条件解除条件という言葉ですっきりすると思いますけれども、まあ今のところはまだ停止条件解除条件やってませんのでね、なのでまあここはまあとりあえず原則ありなのか原則なしなのかどっちなんだというね、そういうものの見方だと思ってください。はい、でここについてはこれはいろんな心配があります。図に戻ります。はい、まあ胎児 B が超能力者だったと仮定しましょうかね。まあそんなことしなくてもいいんですけれども、仮に胎児 B が超能力者で、お母さんが何やろうとしているかがよくわかるね。そんな胎児だったと思ってください。で、そういう胎児さんから見て、お母さん、相続、一応、権利者の一人ですよね。いいですかね。権利者の一人ですよね。自分も取り分あるんですよね。超頭の冴えてる胎児さんだとしたら何が心配かといえば、お母さん私の代理と称してたくさん自分の取り分を増やすんじゃないだろうかという心配があります。いいですかね。ここのところ何が心配というと、お母さんが自分の代理と称して、はい、胎児君はゼロ、私はいっぱいと、そういう遺産分割をしかねないんです。いいでしょうかね。これ胎児の間に母何ができるというね、ここやってもいいかもしれないけれども、心配なのはお母さんのまあちょっと乱用的な遺産分割ですよね。その辺がちょっと心配だということになりますので、これはやっぱりちょっとまずいかなというふうに思ってくださいね。賢い胎児の立場で考えたらわかるということになりますけれども、まあここはちょっと心配なところがあるということで、原則なしというふうにしておいた方が安全かなということになります。はい、筋道に一応理由と結論を入れときましょうか。はい、筋道の中身、理由チェック入れときましょう。はい、一応おすすめとしてはオレンジありますが、理由チェックで入れときましょうか。書き出しから理由チェック入れときます。現行法上、胎児の財産管理する法定代理人制度は存在しない。で、胎児中に権利能力認めても、胎児の利益擁護を図ることはできないと。はい、ということで、まあ、現行法上、まあ、法定代理人というのは、これは生まれてきた子についてあるんですね。子供の親は法定代理人になるんだけども、胎児の法定代理これないんですよ。ないっていうことはお母さんが代理するイコール勝手にやった時に何かあった時にどうしようもないと、こういうことを意味してるんですね。法定代理制度がないのでお母さんが勝手にやりました、で悪いことをしました、でそれを是正する手段がないということになりましてね、困った困ったということになります。なのでこれはなしという方向で行こうと、こうなります。はい、胎児中の利益保護ね、胎児の利益保護がキーワードね、胎児の利益保護がキーワードとなります。まあこういうちょっとね、あの筋道の中身になってくると、まあどうしてもこう文章で覚えようっていうね、そういうふうなこう意識が働きがちになるんですけども、ここも皆さんね、復習するときにはまずはキーワードを納得して、
キーワードから自分なりに言葉、文章を作れるというね、こうなっていくのがまあ理想ではあります。まだね、初めの方なので、覚えることがまあね、少ないので、言っちゃえ、文章ごと言っちゃえってね、そういう人いるかもしれませんけど、やっていくと民法だけでもすんごい数ですしね、7科目も含めるともっとすごいことになるので、まあ、できる限り覚えることを減らすという意味では、キーワードを落とさない。まずはここを大事にしておいてください。で、キーワードとしては、胎児の利益保護。これです。なので、文章は別に一緒じゃなくてもいいのでね、胎児の利益保護の観点からは、法定代理制度のない現状では認めるべきではない。でも結構なんで、まあ、要は胎児の利益保護という言葉はね、これがちゃんと入った文章であれば、それで OK だろうと思います。はい。ということで、以下結論、入れときます。胎児中は権利能力はないが、無事に生まれてくると、胎児の時に遡って権利能力があったものとして扱うと。ということなんで、胎児中は代理できない。こうなります。ですかね。胎児の間は代理できない。お母さんも代理できない。勝手に遺産分割やったとしても無効だぞということで終わらせてしまおうと。まあそういうことでね、代理認めないというね、そういう方向に持っていきます。はい。一応ニックネームとしてはタイトルね、筋道のタイトルついてますが、停止条件と、まあすでになんかね、どっかで民法を勉強したことのある方であれば、ああ、なるほど、停止条件ねというね、そういうことで理解してもらってもちろん結構ですけれども、意味としては原則権利能力なしというね、こういう扱いなんだというふうに思っとってください。ね、権利能力なし。生まれてきたら遡ってあった扱いというね、そういう扱いにしますので、まあそこのところはね、原則なしという考え方だというふうに理解しておいてください。いいでしょうか。ね、胎児の利益保護の観点から原則なしというね、こうした方がいいんじゃないかというふうな考え方になります。はい、アドバンスは全部 T マークを入れといてください。で、ここは学説と判例が真っ二つです。学説括弧の A、解除条件と書いてますが、こちら学説の多数説になるのはこっちかなということであるんですけども、論文ではまあおすすめはしません。判例はだって下だもんというね、そういうことで、まあ一応これ論文の時の注意点は、判例ある時には判例踏まえて論述すると。で、判例に立たない時には判例を叩いて批判ね。批判してから自説を述べる。これが一応礼儀だと言われておりますんで、さあ、判例に逆らうとどういうことになるかっていうと、覚えることが2倍に増えますということなんでね、やりたい方はどうぞやってください。脳の容量にね、自信のある方は大丈夫ですけども、まあ、そうじゃなければ基本的には判例説に寄っといた方が覚えることが少なくて済むというね、そういった意識があります。ただ少しだけまあ意識ね、持っとってもらったらいいのは、解除条件説の方が生まれたものとみなすの文言には忠実です。みなすという文言からすると、括弧の A、原則権利能力ありと考えた方が素直だねと。条文の言葉からすると、みなすと入るんだからね。みなすイコール権利能力ありと考えた方が素直だよねというふうになるんですけども、そうはしないのが判例の方。胎児の利益保護の観点からはなしとすべきだ。というね、そういうふうに考えていると思ってください。はい。一応まあその辺の言葉のベクトル感もだんだん馴染んできますんでね、まだ皆さん1回目ですね。だんだんね、民法も重ねていけばいくほど、ある程度こうね、一応なんていうかな、論理の方向性っていうのがね、見えてくるかなと思いますんで、まあとりあえずは今は判例説を目の前にして、判例説の納得をしようというね、そういうタスクをね、まずはこなしておいてください。はい、45ページ行きましょうか。括弧の3、出世の証明と戸籍を気にしないで結構かなと思います。はい、横3番で周期と書いてありますが、権利能力なくなるのは、それは死んだ時ということですが、死んだって何っちゅうね、そういう、まあ一応また理論的な問題、理念的な問題かな、それがあります。横の3番 C ランクで結構です。はい、権利能力の周期ですが、自然人、解説してくれておいてください。自然人の場合、死亡時が権利能力の周期と。で、直書きの3行は P59 と書いておいてください。直書き3行は P59 で見たら結構で、今は置いときましょう。はい、法人。いつ亡くなるのというと、法人はこれは結構ね、やってみるとすごくめんどくさいんですけどね、法人、まあ何をやるかというと、法人はね、法人を殺すっては変ですけどね、法人を整理するとき何するかというと、財産と負債、これを整理するんです。で、財産と負債の整理が終わった段階、これを清算結了というふうに呼んでいきます。まあそれを解説してくれておいてください。法人権利能力の周期は清算結了時と。この清算結了って何というと、財産と負債の整理が終わった時と、こういう感じです。まあ基本的には財産をお金に変えます。で、お金に変えて借金払います。
余った財産どうするというと、法人の出資した人がいるんで、出資者に分配して、はい、終わりと。まあいうね、そういう感じで終わっていきます。まあ会社だったらね、株主さんが出資してますんで、残った財産株主に分配して終わりというね、そういう形でまあ終了していくというね、そういう整理になっていきます。はい、以上で、とりあえずここのところは終わりにしておきましょう。はい、第2巻ここまでもうちょっといけるかな。そうですね、いっときましょうか。第2巻、意思能力と書いてまして、2つ目の能力です。一応 A ランクにはしておきましょうか。はい、意思能力、条文からいきましょう。3条の2、条文ちょっと見といてください。はい、3条の2のところで、法律行為の当事者が意思表示をしたときに、意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とするというね、そう書いてあります。まあ、民法の勉強の初めの段階では、法律行為、意思表示、どう違うねとか、あんまり気にしすぎない方がいいです。もうとにかく契約と思っててください。いいでしょうか。もうとにかく契約というふうにね、理解しておけばまず OK ですんでね、契約の当事者が契約したときに意思能力有しなかったときは、その契約は無効とするという、そう思ってもらったら結構です。いいでしょうか。意思表示にせよ、法律行為にせよ、まずはもう契約というふうに翻訳して理解しておくというのがまずは大事かなと。まあ、そのうち言葉の意味ね、違いとかはお話していきますんで、まずは契約と置き換えて読むというね、それができてればまあ OK だろうと思います。はい、ということで、まあ、とりあえず契約を無効にするというのが3条の2になりまして、要件、意思能力有しなかった、効果無効だ。まあ、無効だというのは当事者の主張になってきますんで、無効だから何というと、契約に基づく返還請求ですね。契約したものを返せ。あるいは、契約上の請求されたときに拒むですね。無効だから払わないとかね。そういうふうに、まあ一応返還請求とか拒むですね。そこにまたここも繋がってくるお話と思ってください。はい。さあ、意思能力と書いてあります。この意思能力って何歳ぐらいでというね、そこまでちょっと持っておくといいかなと思います。横一書き出しから返してくれておきましょう。意思能力、自己の行為の結果を弁識するに足るだけの精神能力と。もう抽象性高いですね。でも抽象性高いものは具体的にというふうに置き換えてください。で、次の条です。自己の行為によって自分の権利義務にどんな変動を生ずるのかが理解できる程度の能力と。まあよくね、テレビ番組なんかにね、初めてのお使いっていうのがあったりしますけどね。で、初めてのお使いでね、4歳ぐらいの子供が何々ちゃん何買ってきてと言った時にですよ。で、お釣りがよくわからなくてね、なんかお釣り全部置いて帰っちゃったとかね。で、そのがあったりしますけれども、4歳ぐらいだと、これ、買うって何、売るって何って分かってないんですよ。けれども、小学校1年生、2年生ぐらいになってくると、買ったら、物をもらってお金を渡すと。で、引き算で、あ、お釣りもらわなきゃとかね、そういうの分かってくるんですね。だそういうふうな、まあ一応小学校低学年ぐらいの能力と、まあ早い子で4歳、5歳で身につきます。ね、そういう意味で、まあ小学校低学年までには身につくようなそういう力と、これが権利の意思能力だというふうに思ってください。で、これがね、年いっていくとだんだん引き算ができなくなってくると。ね、ちょっとボケたかどうかの、まあ、判断としてよくやるのはね、100から7ずつ引いていってとかね、で、この7ずつ引いていって計算間違いね、これしてくると、ちょっとやばいぞ、意思能力がっていうね、そんな話になってきたりするというところであったりします。はい。とりあえず、だいたい6歳前後と思っておけばいいですね。6歳前後と思っておけばね、それでいいかなとは思います。はい。米印に解説軸を伸ばしておいてください。意思無能力とは、例えば幼年、高度の精神病、から泥酔により自己の行為による権利義務の変動結果を理解できない場合と。ということで、まあ私もお酒大好きなんでね、ヘベレケに飲んだ時なんかね、もう全くさ、引き算ができないとかね、それは確かにな、あるなというね、感じはしますけれども、まあそういうふうなね、もう単純な計算すらできない状態というね、これが、まあ、意思能力がない状態というふうに思っておけばいいんじゃないかなと思います。はい。で、この意思能力、次のページ、46ページですけれども、効果、そちらにちょっと入っていきましょうか。はい。効果としてはどうなるかということで、解説チェックを入れておいてください。意思表示した時に意思能力有しなかった時、ちょっと飛んで無効とすると3条の2無効となるかな。はい、ということで、まあ無効となるというね、そういうふうな理解をまずはしておけば大丈夫かなと思います。さあ、ちょっと例を挙げましょうか。はい、ちょっとだけ例を挙げますけれども、はい、3歳の子供から不動産を買った A がいると思ってください。駅前の一等地、あの子供が持ってるらしいと、ね、子供たぶらかして買ってやれと、まあ、いうようなことで、まあ、実際買っちゃったと。で、代金としても一応相当額払ったと思ってください。はい、代金払ったんです。
応 B ちゃんの口座があったんでそこに入れといたということで、ね、とりあえず代金の支払いも済んでいると。ところがこの土地どうも調べていくと縁起が悪いというのが分かったと。しかもどん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 今値下がりしているというのもありまして、しまった損したと。A から無効主張できるかなと。はい、このせこい A だったらやりかねないね。しまった2000万も出した、今見たらこれうわ1300ぐらいしかないぞと、700万損しとると、だったら代金返してもらおうと、ね、こんな風に思ってですね、で A の方から何々ちゃん何々ちゃん、あの契約はね無効だから代金返してちょうだいと、そういう風に言っていけるかどうかですね。でこの意思無能力の無効を A が言えるかどうか、これ無効ってのは原則誰でも言える、これ原則だと思ってください。どっちから言ってもいい、これ無効の原則だと思ってください。誰からでもいつでも言えるというのがこれ原則ではあるんですけども、意思無能力の無効は誰のためにあるんですかというと、無能力者保護のためなんでね。無能力者保護のためなので無効主張できるのはこの無能力者側と思ってください。ここは主張制限があるというふうに考えておくといいと思います。はい、ということで、まあ、その下米印じゃなくて、米印かな、ありますけれども、まあ、今のところね返してくれといてもらっていいだろうと思います。はい、なぜなら印の後ね、よかったら返してチェックを入れておきましょうか。なぜなら印のところかね、下から3行目です。意思無能力者保護のためで、次の行、意思無能力による無効は表意者本人の保護を目的とする制度であることから、無効主張ができるのは意思無能力者たる表意者側のみであると。これで結構です。はい、誰が主張できるのというね、そこについては無能力者側というね、そう思ってください。はい、なのでこの A さんから無効主張するのはできないというね、そういう結論に至ります。いいでしょうか。はい、誰が言えるのか、無能力者側だけが言えるというね、そう思っとってもらったらいいだろうと思います。はい、ということで、まあ3番のところ、ごめんなさい、第3巻入る手前のところでね、ちょうど切りもいいところで、1回目としてはまあここまでというね、ことにしておきたいと思います。一応2回目が第3巻からね、おそらくですが100ページぐらいまでね進んでいくかなと思いますが、はい、1回目でありまして残りまだ数分ほどありますんでね、ちょっとここからは復習の仕方に関するねお話ですね。どんな風に復習したらいいかなとかね、その辺がちょっとこうね、まだわかんないやという方もまあ結構ねいらっしゃるかなという気もしますんで、まあ自分でこういうやり方やるんだっても決めてる方はね、その通りやってもらっても結構かなと思うんですが、まあ一応一つね、復習の仕方としてよかったらレジュメの、6ページ5ページかな、5ページのところをねちょっと戻っていただいたらいいかなと思います。で、まあ、時間の兼ね合いもね、多くの方あると思いますので、最低限と、それからより良い、ベターな目標というね、この二つをちょっと意識しながらやってもらえるといいかなというふうに思います。で、まず最低限のところではあるんですけれども、レジュメ5ページの真ん中あたりですね、最低限の到達目標としては、テキストのチェック入れた箇所が納得できていることです。ここがもう第一段階と思ってください。ここは最低限毎回の復習でね、納得する、納得するというね、その復習はだったらこれだけは最低限ね、しておくとよりいいかなというふうに思います。はい、ここのところね、1番、2番、3番、まあチェック部分ですね、そこのところがまあ最低限ですし、あと、条文見たところはちゃんと条文見てください。で、これ民法、商法はめんどくさがると条文が引けないっていうことになりますんでね、試験現場では条文引いていいんです。論文試験ではね、条文引いていいので、条文にアクセスできるかどうかってものすごく大事です。で、めんどくさがって条文見てないでテキストばっかり読んでると何条かというところは出てこないんでね、これでは現場でものすごく損をするというね、ことになりかねませんので、まあ条文をちゃんと復習する。で、今日やったところでいけば、例えばですよ、権利乱用というのがありましたね。1条3項見ますでしょ。で、1条3項見て何やるかっていうと、要件何、効果何っていうのをちゃんと考えるんですよ。で、1条3項であれば権利の乱用が要件だ。許さない、これが効果だと。で、この権利の乱用ってどういう意味だったというところで、ここね、判例ありましたでしょ。で、一応考え方としては、内心と外形総合的に見てと、そういうのがあったねというふうな感じで、とりあえずこれ、条文見ながら復習っていうのはね、実は条文に情報を一元化していくということにもなりますんで、実際に条文、現場で見たときに、あ、確かこの権利乱用ってこれとこれだったなとかね、そういうのが出てきたりしますんで、まあ、鬼に金棒になります。いいですかね。テキスト、試験現場で見れませんが、条文見てテキスト内容出てくるとなれば、すっごく強いんでね。なので、まあ、復習の時にはちゃんと条文見て、テキスト見て、両方一体
まあ一体とは変ですけどね、両方ちゃんとこうね、参照しておくという感じにしておいてください。まあ理想的なのは条文で、ね、1年目の勉強ではどんどん書き込んで結構なんでね、この条文に例えば解説チェック入れるであるとかね、問題チェック入れるであるとかね、その辺も全然やっていただいて OK ですので、まあこの1年目の6法はもう汚しに汚しまくってくださいね。2年目になった時にはもう参照できませんけれども、まあそこは1年目のところの勉強の証としてね、そこ条文どんどん汚していいんでね、わかんない時には具体例もどんどん書き込んでいったりとかね、それでもどんどんね、やっていただいて OK かと思います。はい。で、より良い到達目標ということで、5ページの下、書かせてもらいましたけれども、まあ実際ここは要は書いてみるという訓練になります。例えば、問題チェック入れて、理由チェック入れて、結論チェック入れたところね、実際にこれ論文の本試験でやっぱ書けるようになるというのが理想ではあるので、実際ちょっと自分で文章化してみるというのは一つの方法です。で、書くと時間がかかるのであれば、理由と結論行ったり来たりする。ね、理由チェックから結論を想像する。結論から理由を想像する。両方いけそうだったら問題チェックのところを見て、問題チェックから理由のに結論何とか出てくるようにするというね。まあ、だいたい言えるようになれば書けるようになってます。いいですかね。まあ書けるようになるまでは結構ハードあるんですが、言えるようになってれば大丈夫。ね。そういう意味で、まあここの、理由チェック、結論チェック行ったり来たりというね、そういう作業というのもやってみる。あと、復習用教材ですね。これも活用いただくとよりいいかなというね、そんな感じがします。まあ今日やったところってね、復習用教材実は1ページ。ですかね。1ページか2ページの6番までぐらいしか言ってませんのでね。多分まあ、ここね、しかも問題数としても10いくつぐらいしかないので、まあ、そんなに時間がかからないと思うんで、やってみる方はね、ぜひぜひやってみていただいたら、なおいいかなというふうに思います。まあ、ちょっとこのね、復習教材、回数減るにつれて、だんだんね、重たさが増えてくると思いますけれども、まあ、初めの方はね、できたらまあ、やってみるというのは、どんどんね、いいのかなと思います。はい。ということで、まあね、あとは一元化、ごめんなさい。テキスト、レジュメ5ページ、6ページ。上がっておりますけれども、情報はどんどん一元化していってください。で、おそらくですけれども、一番書き込みやすいのはこれだと思うんでね、このセブンサミットにどんどん情報を一元化する。で、可能であれば、このレジュメの、まあ一応該当ページね、多分そのままレジュメとして単体で別に、保管というのもあるかもしれませんが、可能であればコピーして本体に一体化するというのもやっておくと、なおいいかなというふうに思います。もういろいろ書き込んだ汚い状態でいいと思いますけどね、これを、まあカラーするならカラーコピーする。ね、写真で、撮って、置くと、のっけとくのも一つだし、まあ白黒でコピーして貼っとく。もうそれでも全然いいかなと思いますので、そのあたりはね、情報一元化、ね、これ、散らばると大変なんでね、散らばらないように一元化しておくというね、これも、まあ、直前期に探す手間が省けますんでね、探す手間っていうのもね、塵も積もれば山となるっていうね、そういうところがありまして、ちょっと、ね節約するという意味でもやってみてください。はい、ということで、まあ一応ね、第1課としてはこれで終了したいと思います。どうもお疲れ様でした。